以前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。はい、安藤博史君。はい、ありがとうございます。自民党の安藤博史でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速に質問に入りたいと思いますが、今日は大変残念なことに大臣が今日この時間をご不在ということでですね、大臣の所信の中で、大変思いのこもったご挨拶ですごく私も感動しましてですね、その中で特に印象に残ったのが公的なものへの献身という言葉を大臣、金田大臣がおっしゃっておられました。その思いを大臣からぜひお聞かせいただきたいなというふうに思っておったんですけれども、やはりこの公的なものへの献身、これは私たち国会議員、議員はのみならずですね、各官僚の皆さんもそうだと思いますし、それからすべての日本国民のそれぞれの皆さんがですね、公的なものにはどうやったら自分が役に立つことができるんだろうか、そういった思いを共有することができたらですね、間違いなくこの国は素晴らしい国になっていくだろうと思います。最近そういったことを語るとなんとなくこう自民党は説教臭いとかですね、なんとそういう考え方を強制するのか、あるいはまた昔の時のようにお国のために尽くせということを言うのかみたいなことを言われる方もおられますけれども、やはりそうではなくてですね、どうやったら自分がこの世の中に生まれてきてですね、どうやって役に立つことができるか、またあるいはいろんな場面でお世話になった方々がいるわけで、その方々にどうやったら恩返しができるか、そういった思いを共有することが何よりも大事なんではないかと思っておりました。そんな中で大臣の就任挨拶の中でですね、こういった言葉が出てきたというのは本当にいいことだなと思いますし、ぜひこれから法務行政ですね、そういった思いで前に進めていただきたいというふうに思っております。それで次の質問に移りたいと思いますけれども、もう最近は観光立国推進に向けた各種の取り組みが進められております。私の選挙区も京都ですけれども、大変外国人の観光客も増えてきております。先日も私の娘がですね、伏見稲荷に行って千本鳥居のところに行ったら、ものすごく中国人の方が多くてですね、これは一体どこの国なんだろうというふうな印象を持ったと。で、いるがってこの近くに東福寺というお寺もあるんですけどね、東福寺に行ったら誰もいなくてですね、これはすごくこう癒されたって言っておりましたけれども、本当にこう地域によっても行く人が多いところ少ないところあると思いますし、私も先日夏休みにですね、少し大阪の方に行きましてね、大阪の空気をちょっと吸ってみようと思って大阪の方に行ってみたら、日本橋とかね、道頓堀周辺、これも本当に中国の方がものすごく多くて、今でもあそこで爆買いをしているのかなというふうな状況でした。そんなような状況でですね、うちの地元には JR 奈良線という京都から奈良の間を走っている JR ありますけれども、これも本当に外国人観光客の方でいっぱいです。そんなふうに外国人の入国者もですね、本当に増えてきておりますが、お聞きをしたいのはですね、直近10年間の外国人入国者数の推移と、特にここ5年間、激増していると思うんですけれども、その理由についてですね、政府の方で分析をしているところを教えていただきたいと思います。法務省井上入国管理局長。外国人の入国者数でございます。昨年平成27年は1969万人となり、過去最高を更新したところでございます。過去10年間の推移を見ますと、平成18年、10年前は811万人でございました。その後、増加の傾向ございますが、ただ途中ですね、平成21年は新型インフルエンザの流行の影響がありまして、また平成23年には東日本大震災の影響がありまして、この2か年につきましては対前年大きく減少したところでございますが、その後特に平成23年以降は一貫して増加傾向にございます。その伸びはかなり急激なものでございまして、前年比の数字を申し上げますと、平成24年は対前年比で約 29% の増、平成25年は約 23% の増、平成26年が約 26% の増、平成27年に至っては対前年比で約 39% の増ということで、その数はほぼ2000万人に届くところまでに達したところでございます。
国別に申し上げますと、中国につきましては平成24年には163万人であったものが平成27年には450万人と 2.8 倍になっております。同様にタイは28万人であったものが82万人と約 2.9 倍と大幅に増加しておるところでございます。これら急増の理由でございますが、さまざまな要因が複合しているということであろうと思いますけれども、一つには円安の傾向が継続していたということがあると思います。また政府において訪日外国人旅行者数の目標を掲げまして、タイ、マレーシア及びインドネシア向けの査証免除措置でございますとか、中国向けの査証発給要件緩和等のビザの戦略的な緩和を実施するなど、政府一丸となって観光立国の推進のための各種の取り組みを行ってきたことが、その増加の要因であると考えております。安藤君。はい、ありがとうございます。目標通りですね、順調に観光客等増えているというのは、これは喜ばしいこととも思いますけれども、他方でですね、今世界中で問題となっているテロリズムをいかに防ぐかということも、これから大きな課題として考えていかなくてはなりません。特にこれから2019年にはラグビーワールドカップがあり、2020年には東京オリンピックパラリンピックが開催をされるということになっております。こういう世界が注目をする大きな大会でテロを発生させてしまうということは、大会のホスト国としては許されないことであると思っております。そこで警察庁にお聞きをしたいと思いますけれども、これらの国際大会の開催が予定される中で、国際テロに対する備えを今後どのようにしていく予定なのかをお答えいただきたいと思います。警察庁白川長官官房審議官。お答え申し上げます。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、厳しい国際テロ等の情勢のもと、国際的に最高度の注目を集める行事でありまして、開催国としての治安責任を果たす必要があると考えております。警察では、昨年6月、警察庁国際テロ対策強化要項を策定した上、外国治安情報機関との緊密な連携等による情報収集分析の強化、関係機関と連携した水際対策や、官民連携の強化、各種部隊の能力向上等による国内におけるテロ等発生時の事態対処能力の強化等の施策を推進しているところでございます。こうした取り組みを着実に推進し、テロ対策に万全を期することにより、テロを防止し、治安対策の面から2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に貢献してまいりたいと考えております。安藤博君。はい、ありがとうございます。なかなかこういった国会の場面でですね、つまびらかに今どういう対策をしているというのは言えないという場面もあるとは思いますけれども、ぜひ万全の対策をしていただいてですね、本当に安心安全に世界中の人が楽しめる大会を開いていただければというふうに思っております。それからですね、もう一つ、外国人旅行者が増えていく中で、質問したいのが、最近民泊というものが大変注目をされるようになってまいりました。この民泊についてもいろんな意見があるところでございます。普通に住んでいる自分の家の隣の家がですね、民泊で貸し出されることになると、いつも誰だか知らない人がそこに泊まっていて、で日本ではない生活習慣のもとに行動されるとですね、平穏な生活が乱されるんではないかというような不安をお持ちの方もいるでしょうし、また実際に自分の家の隣近所でそういった民泊ので貸し出されているところがあって、実際にそういった不安を直接感じている方もおられると思います。これ京都市内でもですね、少し問題になってきているようです。広がって私の選挙区はちょっと郡部なもんですから、郡部はちょっと民泊もうちょっと増やしてくれへんかっていうふうな声もあるんですけれど、やはりこれ地域によってですね、やはりいろんな捉え方がいろんな考え方があっていろんな問題があるんだろうと思います。まずそのこういった普通に住んでいる方の持っている不安についてですね、どのように今観光庁のでお考えなのかお答えいただきたいと思います。海老名観光庁次長。お答え申し上げます。民泊につきましては事態が先行しておりまして、適正な管理安全性の確保、
あるいは地域住民などとのトラブルに留意したルール作りが必要であると考えております。ご指摘の点につきましては、まず住宅提供者に対しまして、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届け出を課すとともに、利用者の確認あるいは必要最小限の衛生措置、近隣トラブル防止のための管理責任を課していく。その一方、住宅提供者が不在であるという民泊もございますけれども、こういう場合にはこれらを管理を行政庁に登録された管理者に委託送付するということを必要とする。さらに行政庁によります報告徴収や立ち入り検査あるいは違法民泊を提供した場合の罰則などを整備する、こういうことを通じまして民泊の適正な管理を確保することが、厚生労働省と私ども観光庁との合同の有識者検討会で方向性として取りまとめられたところでございます。これらの点を踏まえまして、観光庁といたしましては関係省庁とともに関係者間の意見調整に努めつつ、次期通常国会に法案の提出を進めていきたいと考えております。安藤博史君。はい、ありがとうございます。もう一つですね、民泊に関連して質問したいと思います。現行のいろんな法律のままですね、例えば旅館業を営もうとすると、消防設備とかあるいは避難設備などを備えなくてはなりません。これ当然設備投資が必要となります。でその設備投資を回収をするためにはそれなりのある程度の金額の宿泊単価をもらわなくてはならない。でそうすると、当然競争も厳しくなるのでいいサービスも提供しなくてはならない。でこういったことをやっていくとですね、実はこれは経済の好循環につながっていって、お金も使っていって泊まる人もお金をきちんと出すし、それに伴っていいサービスが提供されると、そうすると日本の経済に対してはいい循環が出てくるんだろうと思うんですね。で宿泊者が来ていて需要が追いつかないからホテルや旅館をじゃあ建てようかと建築しようかという建築需要、建設需要にも結びつくわですね。これはこういった外国人旅行者が増えていくことによって国内の建設需要を呼び起こすことになる。これも経済の好循環につながると思います。もし今のまんまですね、こう野放図に民泊をというものをどんどん進めてしまうと、例えば1泊2万円払うだけの余力がある人がですね、だったらもう払わなくてもいいや、民泊で5000円の宿があるからこっちに泊まったらええやというふうなことになってしまうと、結果として日本国内に払う単価がですね下がってしまうと。そうするとわざわざプラスでいっぱい払ってくれる人がいるのに、わざわざこれを小さなプラスの幅にしてしまって、さらにホテルや旅館の建設需要というもの、設備投資需要というものも減らしてしまう、そういったマイナスの効果があるのではないかということも私は少し心配をしているんですけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。海老名観光庁次長。民泊につきましては非常に多様化する旅行者のニーズへの対応ということで、観光立国の観点から新たな、宿泊モデルであるということで、期待をされているところでございます。特に今富裕層の方々からあるいはバックパッカーのような方々まで非常に訪日外国人の観光客の方々はさまざまな宿泊ニーズを持っておりますので、そうしたことの環境整備をしていくということも必要であろうと考えております。また大勢いらしていただいて宿泊することのみならず飲食や交流体験を通じた消費額全体を増やすという形で地域経済の活性化を図っていくという必要もございます。もちろん委員ご指摘のようにいわゆるホテルや旅館こういったことも整備をしていく必要もあると思いますけれども、今のような多様なニーズにも応えられるそうした受け入れ環境を整備し、それによってさまざまな方々にお越しいただくことによりまして、結果としていろいろな飲食や交流体験などを通じて全体として消費額を増やしていく、こういうようなことに取り組んでまいりたいと思っております。安藤博史君。はい、ありがとうございます。時間が来ましたのでそろそろ終わりにしたいと思いますけれども、多様なニーズに応えるというのはこれも確かに必要なことだろうと思いますけれども、やはり今までのですねきちんとした安全に対して投資をしている業者の皆さん方がこれは決してバカバカしいなと思うことがないようにということと、それとこのように供給を増やしていく
ことによって単価を下げるということが全体としてまたデフレの状況に行ってしまうんではないかということも私は心配をしております。やはり供給を増やすというものも需要をしっかりと見極めながら供給を増やしていかないと、これ単に値下げという方向に走ってしまうとですね、日本経済全体に対してはマイナスの影響になってしまいますので、そういったこともしっかりと考えながらですね、これからこの民泊等は進めていただきたいと思っております。質問終わります。どうもありがとうございました。次に加藤博文君。加藤君。自由民主党の加藤博文でございます。この度も質問の機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。金田大臣におかれましては法務大臣ご就任誠におめでとうございますと、原稿は用意したんですけども、大臣がちょっと他の委員会にご出席ということで、大臣に代わって、その部分は森山副大臣がご答弁いただけるということを聞いておりますので、森山副大臣もご就任誠におめでとうございます。大変大役ご苦労様ですけども、よろしくお願いいたします。それでは大臣の所信の内容に基づいて質問をさせていただきたいと思います。まずお手元に観光庁の資料を用意をしていただきました。出入国管理についてお尋ねをさせていただきます。安倍政権が掲げます成長戦略の中でも最も期待が寄せられている分野は、この一つが観光であります。近年訪日外国人の数は、予想をはるかに上回るペースで順調に推移をしております。昨年は年間ですね、2000万人をほぼ達成する実績を残しました。ただこのペースに特に入国審査の実務が追いつかず、審査時間に長時間の待ち時間が発生し、ご来日いただいたお客様に迷惑かけたこともあったようであります。法務省も人材の同郷やそれから機械化など積極的にお取り組みをいただいておりますが、改めてですね、今年の訪日客の実績や今後の見通しについて、まず観光庁から、ご答弁賜りますでしょうか。お願いいたします。海老名観光庁次長。お答え申し上げます。訪日外国人旅行者数につきましては、先生ご指摘のとおり昨年1974万人に達したところでございます。本年も堅調に推移しておりまして、今年1月から8月までの合計は前年比 24.7% 増の1606万人となっております。このため本年の訪日外国人旅行者数の見通しにつきましては、特段の外的要因がなければ遅くとも11月半ばまでには2000万人を超えるものということを見込んでおります。以上。加藤博文君。ありがとうございました。近年本当にすごいペースで、この訪日外国人の数が増えてきておりますけれども、法務委員会の委員の皆様ともですね、本年の状況については今の答弁で状況を共有させていただいたと思います。その上でいよいよ2020年東京オリンピック・パラリンピックの年には、この訪日外国人客が実に4000万人達成するであろう、達成していこうという目標が掲げられております。私はこの我が国が十分なですね、この受け皿を各分野で準備できればですね、必ずこの数字はこの2020年に達成されるものと思っておりますけれども、例えば航空機の受け入れ容量であったり、そしてまた先ほど安藤委員の関連のご質問にもありましたけれども、民泊等も含めてですね、宿泊施設の整備、そしてまた今、この出入国管理の能力など、そのような要素がですね、十分受け皿として用意ができれば、4000万人達成できなければ難しいこともあるんではないかと思います。昨年私の地元には関西空港がありまして、ここもですね、予想をはるかに上回る訪日外国人が利用されまして、さっき申し上げたようにですね、入国審査に長時間を要することもありました。そんなに多くの事例じゃなかったのかも分かりませんけれども、近距離便韓国中国から飛んできたお客様がですね、自分たちがフライトで費やした時間の倍ぐらい空港の中で待たされたというようなメールも届けられたと聞きました。それで昨年はですね、そういうことで法務省、それから当時の関空会社などが機動的に対応くださったおかげで、現在は随分と改善され
安定していると聞いています。まあ、その上でですね、最近のトピックスとしましては、この10月からですね、新しい方法システムとしてバイオカートなるものが導入されたと聞いております。この導入以降半月が経過してますけれども、このバイオカートのこの概要と現状について法務省からお答えをいただきたい、ご説明いただきたいと思います。法務省井上入国管理局長。委員ご指摘のように、関西空港は大変混雑してご迷惑をおかけしていたところでございますが、本月この10月の1日から関西空港、あと高松空港、那覇空港の3つの空港でございますけれども、いわゆるバイオカートを導入いたしました。このバイオカートは何かといいますと、外国人の方が上陸審査をするに際しまして、指紋と顔写真の提供をいただいておるのでございますが、それを今まではブースで撮っておりましたけれども、そのブースに行くまでお待ちいただいている行列の中で、その審査待ち時間を利用して、指紋と顔写真の個人識別情報を提供していただく、そのための機械がバイオカードでございます。これをこの今月1日から運用を開始しておりまして、これまでのところ上陸審査場における混乱もなく順調に運用されてきておるところでございます。で、審査待ち時間にどのくらいの効果があったかということでございますけれども、実は審査待ち時間自体はその入国者数でありますとか、入国審査官の増員の程度でございますとか、審査ブースがまたそもそもだいぶ増設されてきたというのは、いろいろな影響の要因がございますが、単純に前年と同時期と数字的に比較することをいたしますとですね、バイオカートを導入した関西空港の第一ターミナルの上陸審査場について言いますと、本月の1日から15日までと、短期間の数字ではございますけれども、最長審査待ち時間をその期間平均した数値を昨年の同時期と比べると4割以上の短縮効果が出ております。バイオカートの利用につきまして、外国人観光客のお客様からの反応でございますけれども、とても早くて便利になったなどという好意的な反応が得られていると現地から報告を受けているところでございます。また入国審査を行う私どもの職員の側の方からのことになりますけれども、バイオカートを使用して個人識別情報を事前に取得することで、上陸審査ブースにおける手続きが省力されまして、審査ブースにおける1人当たりの審査時間は従前よりも3割以上短縮されることになりましたし、審査官にいたしましても、その場で個人識別情報を的確に取得する負担が軽減して、その分、他にチェックすべき事項の審査、上陸審査により集中することができるようになったと、そのような効果も出ているようでございます。今後、他の空港へも平成28年度補正予算で成田空港等12空港にバイオカート導入の予算措置がなされておりますし、法務省といたしましては、これらの空港へまずは可能な限り早期に導入して、適切に運用してまいりたいと考えております。加藤博文君。ありがとうございました。極めて、現在のところは順調に、この導入の成果が出ているということですので、今ご答弁ありましたように、できるだけ全国にあります国際空港にもこのような同等な設備システムの導入を図っていただきたいと思います。その上で観光立国が成功していくためには、それぞれ霞が関の役所それぞれの役割分担があって、今日先ほどご答弁いただきました観光庁のみならずですね、法務省も今までの役割以上にですね、この観光立国成功のために大変新しい能力が求められていると思いますので、そこで森山副大臣から政務の方の決意を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。森山法務副大臣。観光に大変お詳しい加藤議員から大変鋭いご質問をいただいているわけでございまして、いろんな取り組みをしております。先ほど加藤委員の方からご紹介になりましたビザの緩和、そういったところもそうでございますが、今入管局長からご答弁を申し上げました、人的体制の出入国管理の部分での人的体制の整備ということで、入国審査官の増員を継続してやっているところであります。今年度平成28年度は入国審査官162名増員をしていたわけでございますけど、さらに9月に62人の緊急増員、こういったものも認められています。それから先ほど来加藤委員からのご紹介もありましたように、我々だけでは不十分でございますので、国土交通省とも連携を取りながら、
まずは空港を中心として審査ブース、これは物理的なスペース、こういったものを国交省の方で広げてもらわないといけないものですから、そういったこと、あるいはクルーズ船、これが来た時の旅客船のターミナル、あるいは我々の方では簡易な手続きで上陸を認める船舶観光上陸許可制度の開始、それから今申し上げましたバイオカート、その他、まあ、そんなことで、まあ、いろんな対応しているところでございます。今後の取り組みとしては、出入国管理上のリスクが低く信頼できると見られる渡航者、トラスティッドトラベラー、まあ、そんなふうに我々言っておりますけど、そういう方に対しての自動化ゲートの対象、これを11月1日から開始したいと思っております。また先ほど入管局長からも話がありましたが、その関空以外の成田その他の空港にバイオカートを可能な限り早期に導入していきたいと思っております。とりあえずは2000万ということにほぼ、まあ、来たわけでございますけど、2020年に向けてこれが4000万ということにもなります。そして2030年にはさらに6000万ということでございますので、他の各省ともご協力を、まあ、させていただきながら、円滑なこの4000万6000万に向けての受け入れ体制の整備、こういったものに今後とも取り組んでいきたいと考えております。加藤博文君、ありがとうございました。ぜひ、積極的なお取り組みよろしくお願いいたします。次に、人権問題等への対応についてお尋ねをしたいと思います。大臣所信の中で、いじめ、インターネットを悪用した名誉毀損、プライバシーの侵害などの人権問題に対応するため、特に人権啓発、調査、救済活動等に取り組む旨表明されております。またヘイトスピーチについても、先の国会にて成立した法律をもとに具体的な施策に取り組んでいかれるとお伺いをいたしました。人権問題、差別についても、インターネットの影響などでその差別の形態が変化してきているのではないかと思います。私も提出者の一人ですが、ブラック差別の解消の推進に関する法律案を目下ご審議いただいておりますけれども、このブラック差別についてもインターネットを使ってさまざまな誹謗中傷がなされており、またブラック知名相関なるものを発刊、そしてネット上で販売しようとしている動きもあるようでございます。私もこの法律の立法過程でいろいろな方のご意見や知見に触れました。先人のさまざまな努力と取り組みの甲斐があって、収束に向かっていたいろいろな差別がですね、インターネットのような表現や伝達の仕方の変化によって逆に差別がぶり返したり、また新しい形の差別が生まれていっているのではないかと心配をしております。そこで特にこのインターネットを悪用したこのようなですね、インターネットを悪用した新しい人権問題について副大臣のご懸念、そして対策への意気込みについてお尋ねをさせていただきたいと思います。森山法務副大臣。今ご指摘いただきましたとおり、我々人権局ということで差別のない社会ということを目指しているわけでございますけれども、インターネットは情報の発信、情報収集が容易である反面、匿名性ということで今までとは違う形での人権問題が発生しております。委員ご指摘のとおりかと思います。そんな中でインターネット上の人権問題についても、我々法務省として人権に関する正しい理解を深めるための啓発活動、あるいはプロバイダーなどに対する削除要請、こういった調査や救済活動にこれからも取り組んでいきたいと思っております。特に今加藤先生が取り組んでおられる童話の関係の議員立法の関係にもなるわけでございますけれども、特定地域の地名等を童話地区であるとして掲載する復刻全国ブラック調査というような書籍がインターネットの通販サイトで販売されるようといったようなことを我々も承知をしております。個別の案件に対してはなかなかお答えできないわけでございますけれども、一般論として言いますと、不当な差別的取り扱いを助長誘発する目的で特定の何らかの情報が出るということは人権擁護上問題であると私たちは考えておりますので、そのような当該情報が出るならば、そういった削除をプロバイダーに要請する、そういったことにこれまでも努めてきたところでございますが、今後とも引き続き偏見や差別をなくすための啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。以上、加藤君。
ありがとうございました、もう時間がなくなりましたけれども、あと1問、本当は矯正施設の老朽化対策にも質問させていただきたかったんですけれども、また次の機会にさせていただきたいと思いますが、矯正施設は古くなってもですね、そこに入られている受刑者が署名活動かなんかやって要望活動なんかできる施設じゃありません。でなかなか職員の方からもこうそのことを訴える機会がないのでですね、ぜひともそこはおもんばかってですね、受刑者ですから劣悪な環境でいいっていうことではないっていうことはもう多分ここにいらっしゃる委員の方々はご理解いただいていると思いますので、またその面についても今後ご対応いただきたいと思います。本日はありがとうございました。次に国重徹君。はい。公明党の国重徹でございます。まずこの場にはいらっしゃいませんが、金田法務大臣、そして井野政務官のご就任本当におめでとうございます。また森山副大臣におかれましてはご留任ということで、引き続きよろしくお願いいたします。私も与党の党委員会のですね、与党の理事の一人といたしまして、古川筆頭理事、また大阪筆頭理事のもと鈴木委員長をしっかりとお支えして、充実した審議をこの委員会で行ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。本日はですね、大臣所信に対する質疑ということですけれども、他の特別委員会の質疑に応対せざるを得ないということで、大臣不在のまま質疑をさせていただくことになります。これ本当に残念ではありますけれども、今日は森山副大臣に、金田大臣に成り代わって、またその思いを受けてですね、しっかりとご答弁いただきたいというふうに思います。で今日は大きく3点、お伺いしたいと思っております。いずれも大臣所信ので出たものに関連する質疑でございます。まず1点目が、司法修習生に対する、経済的支援、これが1点目で、2点目が、再犯防止の最前線にあるこの更生保護施設に対する支援、これが2点目、3点目はヘイトスピーチ、この解消に向けた取り組みの推進、この大きく3点についてお伺いしたいと思います。まず1点目の司法修習生に対する経済的支援について伺います。本年6月2日に閣議決定されました骨太の方針、この中に司法修習生に対する経済的支援、これが盛り込まれました。まず森山副大臣、これ文言だけで結構です。この確認の意味で骨太の方針に盛り込まれた修習生に対する経済的支援の内容、これについてまずお答えいただけますでしょうか。森山法務副大臣。本年6月のいわゆる骨太の方針におきまして、法科大学院に要する経済的時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む放送人材確保の充実強化を推進するとされております。国重君。ありがとうございます。今副大臣に、ご答弁いただいた通りですね、修習生に対する経済的支援の充実強化を推進すると、これが文言として、盛り込まれました。ただですね、これは当初の政府出してきたこの政府案にはですね、修正に対する経済的支援、全くこれ、触れられてなかったんですね。で、これで政府を同席してでの、この党内のこの会合におきまして、こんなのはダメだということで、強く訴えましてですね、それで、これを受けて、政府が出してきたのがどうなったかというと、今のものじゃなかったんですね。次に出てきたのが、司法修習生に対する経済的支援のあり方の検討を含む、放送人材の確保うんぬんというようにこれが修正されたわけでございます。ただこれでもですね、経済的支援のあり方の検討を含むということで、この支援の方向性というのはこれどっちに行くんだということは極めて曖昧だと、これもダメだということで、再度強く主張しまして、今森山副大臣がにおっしゃっていただいた最終的に司法修習生に対する経済的支援を含む放送人材確保の充実強化を推進するというようなこの文言で閣議決定となったわけでございます。
まあ、政治決断としてこのように修習生に対する経済的支援のこの充実強化、これを推進するとなったことは、私はこれは非常に政治決断として重い意味があると思っております。なぜですね、この修習生に対する経済的支援、これが重要なのかと、これに関しては先ほど午前の部でですね、これ大阪理事の方からも主々これはお話ございました。私も簡潔にお話しさせていただきたいと思いますけれども、このお配りした資料1ご覧いただけますでしょうか。これはですね、まずこれ見ていただいて、副大臣ですね、これ放送志願者のこの数というのがこれ年々減っております。これ激減しております。この平成16年度のこの志願者数、この志願者数というのは、法科大学院にこれ入学願書を出した人の数ですけれども、これ平成16年度、これは72,800人、これが平成20年度になりまして4万人を割りました。平成24年度になりまして2万人を割りました。そして本年度、平成28年度本年の入試における法科大学院の志願者数、これは8278人ということで、ついにこれ1万人を割りました。まあ、この大きな一因としましてですね、ロースクールに行くのにもお金がかかる。でまた、修習生に対する修習専念義務のあるこの修習生に対する、これまで給費制だったものが対応制に変わった、こういったことで、経済的要因、これが大きいこととして挙げられます。もともとですね、経済的に、裕福な人もそうじゃない人も多様な人に、いろんな人に放送になってもらおうと、また国民に身近な司法を実現させていこうというのが司法制度改革の理念であって、また放送要請制度のこの改革のこの主眼であったはずです。でもちろんこの改革した結果ですね、いい成果が出た面もこれあると思います。ただやはりこの土台、司法といってもその土台となる、元となるのはこれ人であって、特に放送3社でございます。改革したがゆえに放送へのこの道を経済的事情等によって断念する人が出たり、また放送へのこの道を目指すことが、これがこの希望とか魅力が失われていっているのであれば、当初の目的が阻害されているのであれば、本末転倒であって、これ何のための一体改革なのかということになります。で、司法試験、これ合格者ですね、3000名、これを想定してこれ給費制から対応制に変わったわけでございますけれども、しかし昨年6月30日のこの放送要請制度改革推進会議の決定では、この3000名じゃなくてですね、合格者、この半分である1500名程度は合格者を排出されることを目指すべきであるというふうにこれ謳われております。現に今年の司法試験の合格者は1583名です。当初、想定していた、前提、立法事実、これが変わっている以上、これに、伴ってですね、当然この修習生に対する経済的支援、これを見直していくということも、私これ当然のことだと思います。そこでこのような状況、また今回の政治決断として、司法修習生に対する経済的支援のこの充実強化ということが、この盛り込まれたことを受けまして、修習専念義務のあるこの修習生に対して、何としてもですね、この予算編成の過程の中で、なんとかこの修習生に対するこの経済的支援の充実強化、成し遂げていただきたいと思いますけれども、森山副大臣の決意をお伺いいたします。森山法務副大臣。今、国重委員からいろいろ詳しくご説明いただきました。私どもとしましても、まずはロースクールに対する法科大学院に対する志望者が、10分の1近くにですね、減ってきている、これも大変有識ことだと思っております。なぜその放送に対する人気がなくなっているのか、あるいはその背景には、そのいろんなその放送以外の道の方がひょっとすると、いいということもあるかもしれませんが、それ以外に国重委員ご指摘のとおり、まずは大学の教育、そしてロースクールで3年間、それでさらにその上で通る可能性がどうであるかということと、それから司法修習生になってからの専念義務、
こういったことでの特に経済的負担が大変大きいのではないかと、まあ、いうことが背景にあると思います。午前中のこの党委員会の審議でもいろいろ議論されたところでございます。まあ、そんな中、先ほど国重委員の方からいろいろ家庭についてのお話もありましたけれども、いわゆる骨太の方針、ここのところに、まあ、先ほど私読み上げたような文言にどういうような形で、まあ、どういう経過でなったのかということを国重委員の方からご説明があったところでございます。まあ、我々法務省だけではあまり力がなかったところ、国重委員をはじめとする与党の先生方のお力によってああいうような文言になったんだと、まあ、我々承知しており、その結論を重く受け止めていきたいと思っております。まあ、これから現在、まあ、予算の折衝中というところでございますけれども、法務省としましては国重先生はじめ与党の先生方、あるいはここにおられる野党の先生方、皆さんのご支援をいただきながら、司法修習生に対する経済的支援のあり方につきまして引き続きしっかり検討し、そして結論を出せるようにしていきたい、そんなふうに考えております。国重徹君。はい。今回新たに法務大臣になられました金田大臣も、まあ、主計官としての、まあ、キャリアもあるということですので、しっかりと力を合わせてですね、私どもも応援をしてまいりますので、ぜひですね、これ力を合わせてこれを成し遂げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして2点目、この再犯防止の最前線でこの要の役割、これを担っている更生保護施設に関してお伺いいたします。我が国におけるですね、犯罪の約6割、これは再犯者によるものです。これ年々この割合増加しておりまして、再犯防止の強化待ったなしということで、これは政府におかれてもですね、この対策については今主々講じられているところと承知をしております。再犯防止の鍵になるこの2大ポイント、これは住居と仕事の確保でありますけれども、よりこの重要なのはやはり生活基盤となる住居、これがなければ安定した職業を得ることもできないということで、やはり一番の肝は住居になってくると思います。資料、お配りした資料の2、ご覧いただけますでしょうか。これはですね、本年度の6月8日付の産経新聞の記事でありますけれども、これ要は何書いているかといいますと、振り込め詐欺など特殊詐欺の犯行グループのメンバーとして誘い入れるリクルーターというのが暗躍していると。生活費に困る人を巧みに見つけ出しては犯行グループに引き込み、刑務所の出所者も狙うというリクルーターということでリード文で書いておりますけれども、この一番再下段の行のところにもですね、リクルーターと見られる60代の男は刑務所前で待ち構え、出所してきた男性らに声をかけて犯行グループに誘い込んでいたと。勧誘されたのは50から60代の男性ばかりで、出所した後の生活に悩む人にターゲットを絞っていたと見られるということで、こういった記事からもこのいかにこの変えるべき場所があるのか、居住先があるのか、ここが再犯防止のためにも重要なんだということが分かると思います。続きまして、このもう一枚めくっていただいてですね、これ資料3ご覧いただけますでしょうか。これは平成27年版の犯罪白書をもとに作らせていただいた資料でございます。これを見ていただきますと、刑務所を出所するとですね、する場合にこれ仮釈放と満期釈放、これがありますけれども、年間仮釈放の方が約1万4000人、満期釈放の方が約1万1000人いらっしゃいます。出所後、まあ、親とか配偶者等のもとにこれ帰れればいいんですけれども、そういった頼る人がいなくてですね、帰るべき場所がないというこの出所者も当然います。こういった方たちを受け入れるこの主な受け皿となっているのが、国が委託をしてですね、民間が運営をしているこの右側にあるこの更生保護施設でございます。この更生保護施設の年間の入所者数、ここでも書かせていただいてますけれども、年間約8400人を受け入れをしております。そしてこの更生保護施設というのは、その行き場のない方たち、これを受け入れて、そして宿泊場所、また食事も提供する、またそれだけではなくて、社会適応できるようにしっかりと支援をして、その再出発、それを支えております。まさに行き場のない出所者の
住居確保の要中の要、再犯防止の最前線が更生保護施設といってもこれ過言ではありません。適当なですね、居住先等がない場合というのはこれ仮釈放できないんですね。で満期釈放になります。で満期釈放に、なった場合のうちですね、書かせていただいております。帰るべき場所がない人というのが年間約5700人もいます。さまざま努力をしておりますけれども、今現在でも約5700人いるということです。そこでまず、保護局長の畝本局長に伺います。帰るべき場所がない、この出所者を半数以上含む、満期釈放者と、住居引受人が調整されている仮釈放者の再犯率の違い、また帰るべき場所がないものの再犯のリスクの高さ、これを示すデータがあればぜひ教えていただきたいと思います。法務省畝本保護局長。平成26年に出所した受刑者の2年以内の再入率を見ますと、満期釈放者は 27.3%、 それに対しまして仮釈放者は 11.8% となっております。また平成23年の調査になりますが、出所後3ヶ月未満で再犯をしたものの内訳を見ますと、帰るべき場所のない満期出所者が 51.4% を占めております。この調査時における帰るべき場所のない満期出所者の数は出所者全体の約 23% であることに照らしますと、これらのものは出所後短期間で再犯に及ぶリスクが高いことが伺われます。国重君。ありがとうございます。今ルールご説明いただきましたけれども、今の答弁からもいかにこの再犯防止のために住居を確保することが重要かということが伺えたと思います。では引き続いて、畝本局長に、お伺いいたします。更生保護施設、これ全国に103施設ありますけれども、入所可能なこの定員に対する実際の入所者数、この入所率、収容率、これは何割程度、何パーセント程度なのかお伺いいたします。畝本保護局長。平成23年度に全国の更生保護施設が受け入れたものの合計数は8438人でありまして、平均収容率は 75.3% となっております。国重君。そうなんですね。この入所率収容率というのは大体7割5分ぐらい 75% 程度ということで、これマックスまではいってないということです。ここをいかに伸ばしていくかということもこれ極めて重要なことになると思います。で我が党の中でですね、再犯防止対策強化プロジェクトチームというのがありまして、私もその一員でありますけれども、それでさまざまな更生保護施設の現場にも行きました。視察にも行きました。またそういった方から議員会館にお越しいただいてヒアリング等も行いました。その中で、この収容率をいかに上げていくのか、この方法いろいろあると思うんですけれども、私どもが大きく感じたこの一つとして、やはりマンパワーの不足というのを強く感じたところがございました。更生保護施設で働かれている職員の方というのはこれも非常に使命感が高い、ある意味自己犠牲の精神で働かれている方もいるように、これは私は受け止めました。そういった中でこれ定員24名、これが標準的な施設でありますけれども、その中で、職員の方、常勤の補導職員の方が4名、配置をされている。この4名で24時間365日、これを対応するということで、ございます。で、これはもう非常にですね、もう過酷なこの勤務体制で、働いております。ですいません、ちょっと私ですね、こう資料を用意してて、それをつらつらと具体例を言おうと思ってましたけど、ちょっと今手元に資料ありませんので、記憶の範囲でこれ言いますけれども、例えば、性犯罪、した人であれば、それをまた犯さないようにですね、非常にこれを相当な、この関わりをしないといけないとかですね。でまた知的、障害がこのある方、これでハローワークに同行して、なかなかそれでも決まらないけれども、繰り返し行かないといけないとか、また、門限のこの時間ですね、ここまでになかなか帰れない方もいて、一晩中、これずっと起きて待ってないといけないとか、また、
暴力団の元特攻隊長とかがいてですね、全然指導もなかなか効かないような方もいて、この指導も大変だとかいうような、さまざまな処遇をしていくことが難しいような方もいてですね、その中でこの使命感に燃えて頑張っているけれども、非常にこれが過酷な中でやられているのがこれ実態でございます。まあ、しかもこの更生保護施設で働かれている職員の方の平均年齢、これ約60歳ということで、まあ、体力的にも大変なんだと。でこの中で、まあ、75% しか受け入れていないというのが、この状態の中でよくぞ 75% も受け入れていただいているというのが、私は、まあ、後者の方が大きいんじゃないかなというふうにも思っております。で、そういった中で私ども行かせていただいた中で、例えば東京都の文京区のですね、ステップ辰岡というこの更生保護施設に行かせていただきました。その中で、まあ、いろんな大変なことも伺いましたけれども、その一方で75歳でこの更生保護施設に入られて、でこの方というのはもう人生の大半をもう刑務所で暮らしていると。で IQ もかなり、まあ、数値も具体的に教えていただきました、低い方で知的障害も持っていると。ですぐにこの出てきたら再犯をしてすぐに刑務所に入っちゃうという人でしたけれども、この方が更生保護施設に入った後に、まあ、ある病気で入院をされましてですね、で職員の方がその病院にお見舞いに行ったんですね。でそのお見舞いに行ったことで、その入所者のこの高齢の方がですね、非常にこの優しさに触れて感動しましてですね、涙を流してこれ喜ばれたんですね。でその後この更生保護施設から福祉につなげまして、まあ、1ヶ月程度で更生保護施設は出ることになったんですけれども、それ以降もですね、やはり嬉しかったんでしょうね、その方にとってはこの人の温かさに触れたということで、毎日それからもその更生保護施設にお礼に来るらしいんです。でいつもだったらこの出所しても1ヶ月以内再犯をして刑務所に入ってたけれども、今でも頑張ってですね、もう入所していないということで、今やってる例も聞きました。で適切なタイミングでこの福祉につなげれば、また居場所を見つければ刑務所に入らなくてもいい方たちがこのようにいます。職員のこの皆さんの使命感、この熱意を生かして、この更生保護施設というこの再犯防止の最前線のこの要であるこの施設をこれ最大限生かすためには、やはりこのマンパワー、これをしっかりと強化していく、職員数を増やしていくことが、これが重要だというふうに思います。そこで、これ私個人じゃなくてですね、この党の PT といたしまして、本年5月30日に、再犯防止対策の強化に関する提言というのを、この時はいわき前法務大臣でありましたけれども、申し入れまして、その中で、過酷な状況にある更生保護施設職員のこの負担を軽減して、施設の受け入れ機能及び処遇機能を高めるため職員数を増大させることと、この更生保護施設の職員体制の強化、これをあまたある再犯防止対策の中でこれ真っ先にこれを掲げさせていただきました。またですね、この視察させていただいた更生保護施設、これ築60年以上経っておりましたけれども、この例えば塗装が剥げ落ちたりですね、古びたトイレとか、また修繕もままならない老朽化した更生保護施設というのは全国にこれも多くあります。入所率これ 100% を目指すのであれば、これ地域の地域社会のご理解も得ないといけないですし、居住環境をこれ改善していく必要があります。そこでこれも当 PT といたしまして、施設運営に必要不可欠な経費については収容実績にかかわらず定額措置をすることについても、これも訴えさせていただきました。そこで来年度の予算の概算要求の中で今申し上げたこの我が党の提言がどのように反映しているのか、まずこれについて森山副大臣にお伺いいたします。森山法務副大臣。国重委員から大変いいお話を伺わせていただきました。誠にありがとうございました。まあ、我々法務省といたしましても再犯の防止ということを、まあ、実現するために、特に帰るべき場所のない刑務所出所者を2020年までに2000人以上減少させるという、まあ、数値目標、これを、まあ、犯罪対策閣僚会議で決定しているわけですから、これをどうやって達成しようとするかということにおきまして、先ほど来、先ほど来国重委員がご説明くださいました
更生保護施設、ここが大変重要であると我々はもう考えているところであります。公明党のそのプロジェクトチームからいただいたご提言、これの第一が更生保護施設の職員体制の強化等についてということでございました。まあ、こういったことも踏まえまして我々は更生保護施設関係の平成29年度予算、この主な要求事項について施設運営費の定額支援ということで28年度比1億1500万円増やした定額支援についての要求をしております。それから歩道職員の増員ということで28年度比2億3600万円増やした予算要求もしているところでございまして、まあ定額支援そして歩道職員の増員、こういったことを少しでも充実させていきたい、そんなふうに考えております。国重徹君。はい、今概算要求にどのように反映されたのか、またそれを踏まえてですね、ぜひこれを現実のものとしていただきたいということで、その決意を含めてですね、お話をいただいたかと思います。今日金田法務大臣いらっしゃいませんけれども、ぜひこれはもう政務一体となってのこの答弁だというふうに私は思っておりますので、ぜひこれを現実のものとしてですねやっていただきたいと。でこういったことをすればですね、一見ここでお金を使っているようであったとしても、トータルで対極的に見た場合はやはり日本の財政というのもやはり良くなるものだと思います。刑務所に入ればですね、ある研究者のなんか資料を読みますとですね、1日あたりこの年間あたり1人のこの収容者について300万ぐらいかかっているというようなこともございました。しっかりとこういうところに手を打っていくことが大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、3点目、大きな3点目の質問に参ります。このヘイトスピーチ対策についてお伺いいたします。このヘイトスピーチの問題につきましては、これ森山副大臣よくご存知の通り、本年5月24日本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律が成立をして、6月3日からこれ施行をされました。私も党の PT の事務局長としてですね、これについては実態調査、また法案の成立に向けて汗を流してきたところでございます。で今回の法律、さまざま憲法が保障する表現の自由とのこの兼ね合いともありましてですね、でもその中でこれ理念法ではありますけれども、不当な差別的言動がこれは許されないんだということを明確に宣言をした法律でございます。そのことによってですね、この法律施行後、川崎市で計画されていたデモについて、これ市がですね、公園の使用を不許可とする判断をいたしました。また裁判所もこれ一定の場所でありますけれども、デモを禁止するこの仮処分決定、これを出しました。その後も市内の別の場所ですね、この計画されたヘイトデモ、これについてこれは市でも裁判所でもありませんけれども、この市民の抗議によってですね、こういうこの理念法というのは国民のこの力によってこれなくしていくんだというのがこの根底に流れるこの精神ですけれども、この市民の抗議によってこの中止を余儀なくされました。法律が成立され、この施行されて、効果が早くも現れつつあるものと思います。また法務省においてもですね、関係省庁、また関係地方公共団体、地方自治体が参加したこの専門部会、これを開催しまして、こういった取り組みですねをすでに実施して今後もやっていくというふうに聞いております。ただですね、やはりこの法律ができてもまだヘイトデモというのはなくなっていない、さまざまな課題があることもこれ事実です。その課題の一つ、これ言いますと、法務省のこの人権擁護機関の組織人的体制、これ十分と言えません。これマンパワーしっかりしないとこれ対応できないということで、これ一生懸命やられていると思うんですね。私も何度もこれやり取りしてますけれども、でもやはりマンパワーが足りないというところがありますので、これしっかりと整備していく必要があると。そのような観点から我が党のヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム、ここで本年5月30日に法務省の人権擁護機関の組織、人的体制の充実強化等を求めるこの要望書、これを菅官房長官と岩城前法務大臣に提出させていただきました。この要望が来年度の概算要求に、どのように反映されているのか、またこの実現を含めたヘイトスピーチの解消に向けた
この取り組みの推進、これに関する森山大臣、副大臣の決意を伺いして、私の質問を終わります。森山法務副大臣。国重委員の、おっしゃった通りでございまして、プログラム法案ということだったかもしれませんが、理念法ということだったかもしれませんが、ヘイトスピーチの議員立法ができて、これだけ大きく世の中変わってきたのかと、私自身そんなふうに強く感じているところでございます。ところでご指摘の、我々法務省での組織人的体制の整備ということでございます。先ほどの更生保護施設もそうでございますし、この人権に関しましても我々法務省、お金の予算そして体制ともに不十分であるというのはご指摘の通りでございます。委員のご指摘も踏まえまして、法務局、地方法務局、人権擁護局、本省を合わせましてですね、合計30名の増員の要求を行っているところでございます。今後とも必要とされるお金、あるいは組織、人的体制、こういった整備にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。国重徹君、ぜひよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。次に井出陽生君。井出君。再び信州長野の井出陽生です。午後は気分を変えまして、一新しまして、午前中少し他の先生方と議論になった選択的夫婦別姓、特にその旧姓使用のことについて、伺いたいと思います。まず大臣に少しお考えを伺いたいんですが、選択的夫婦別姓は、法制審の答申ありながらもさまざまな議論があるというのは午前中お話があった通りです。でその一方で、旧姓使用ですね、日本の場合、その多くは女性が旧姓使用を、されの対象であると思うんですけど、その趣旨はですね、私はその、選択的夫婦別姓の法制度であろうとも、選択的とついてるぐらいですから、選択の自由を、法制度で認めようというもので、法制度に今至ってないんですけど、旧姓の使用というものは、法制度じゃないんだけど差はありながら、その結婚された方の意思を尊重できる選択の自由ができるようにしようと、その個々人 その選択の自由を尊重するという、趣旨が、旧姓使用そして、夫婦別姓法制化の声の、その根底に共通意識として、あると私は思ってるんですけど、その辺は共感をしていただけるかどうか、まずちょっとそこを伺いたいと思います。金田法務大臣。ただいま委員の方から、選択的夫婦別氏制度の導入についてのお話があったわけですけれども、私としましてはですね、この問題についてはやはり国民的な議論の動向を踏まえながら慎重に対応していく必要があると認識をする次第であります。という申し上げるのは、やはり単に氏の選択にとどまらず、夫婦の間に生まれてくる子どものこの氏の問題を含めてですね、我が国の家族の在り方に深く関わる問題であると、そしてまた国民の間にさまざまな意見があるということを踏まえまして、慎重に対応する必要があるという認識を持っております。井出陽生君。慎重対応は言うまで私も、おっしゃる通りかなと思うんですが、それを法制化しようという声、私何度もそうですけど、その一方で、現状として旧姓使用を認めようという、あり方、その根底にはやはりその結婚された方がそのどちらの氏を名乗るかということ の、やはりその選択の自由を与えようというその趣旨については両方ともそうだと、そんなようなお考えを共感していただけるか、そこのところだけお願いします。原田法務大臣。
まあ、私がちょっとお聞きしておりますその選択的な夫婦の別氏制度に対する世論調査みたいなものがございます。そういう中ではやはりまあ賛成と反対が、ま、全く拮抗しているようなですね数字を私はお聞きしている面もあるもので、まあそういうふうに両方のお立場に、ね、それぞれの、まあ何と言いますかこれを進めたいあるいはもっと慎重にとかいうそういうご意見の背景があるのではないかなというふうに感じるわけでありまして、まあ委員ご指摘の思いというのは分かるつもりもあります。もあります。井出君。はい、まあ、もありますということで、まあ、私も別に今日の15分でですね、法制化してくれ、しなさいっていうわけではないので、議論を進めていきたいと思うんですが、今日のお配りした資料の一番最後のところに付けさせていただいているんですが、この旧姓の使用をめぐった裁判がありまして、学校の先生、女性の方が、結婚をされて旧姓を名乗り続けたいと、ただまあそれは学校側からいかんと言われて裁判をした結果、その学校側がその戸籍名の氏をその女性に名乗らせると、その旧姓使用を認めないことにまあ法律性必要性があるという理由だということで、まあこの今日持ってきた毎日新聞はまあ、実情を理解しない判決だと厳しく批判をしていると、同じものでですね、日本経済新聞もこの判決について旧姓使用を認めぬ判決への疑問という記事、まあ、割合批判的な記事が多かったかなと思ってるんですが、まあ、判決の是非はですね今日は議論をしないんですが、まあ、この毎日新聞でその実情を理解しないということがありまして、で果たしてその実情とは何なのかなと、で私も最初この判決に接したときは毎日新聞や日経新聞のようにあれとかって思ったんですが、批判的に、でもよくよく考えてみるとその実情を理解してないんじゃないかなと、旧姓使用がですね、まあ、一体どの程度こう浸透しているのか、その趣旨が伝わっているのか、まあ、その実情を少し解いてみたいと思いまして今日伺うんですが、まずですねこの旧姓使用を、まあ、そもそも国は平成13年7月11日の国の行政機関での職員の旧姓使用についての申し合わせで認めていると、 ですから国家公務員はまあ認められていると、でところでそこでその法務関係ということでお聞きをするんですけど、裁判所、裁判官、裁判所職員の方は旧姓の使用というものが認められるかどうか、教えてください。最高裁判所堀田人事局長。お答え申し上げます。裁判所におきましても、行政府省と同様に男女共同参画社会の実現に向けての社会情勢の動き等に鑑みまして、平成13年の10月から職場での故障や一定の文書等につきまして旧姓使用を認めてきております。その後順次旧姓使用が認められる文書の範囲を拡大してきているところでございます。井出君。認められる範囲がおそらくその職場での故障ですとか、なんか座席表ですとか、まあ、出勤簿とか、多分国家公務員と似たような作りかなと思いますが、まあ、だんだん広がってきていると。で裁判官、旧姓使用を使っている裁判官についてお尋ねするんですけど、その裁判官が判決文を起草したりするときは旧姓使用は認められていますか。最高裁判所堀田人事局長。お答え申し上げます。裁判官について判決等でございますが、判決、令状等、国民の権利義務に、重大な影響を及ぼすそういった、まあ、裁判書き、等、あるいはそれに関連する裁判関係の文書につきましては、作成者の作成権限を、明確にして当事者に混乱が生じることなどを避けるといった意味から、旧姓使用の対象としておりません。井出陽生君。
少し大臣にも考えていただきたいんですが、裁判官、旧姓使用を認めをしている裁判官が判決文ですね、まあ、その裁判官の仕事の結晶象徴ですね、そこでその旧姓が使えないと今理由はおっしゃっていただいた通りなんですが、まあ、果たしてこれでその旧姓使用を認めてるとその裁判所のところは言えるのかと、またその国家公務員もまあ法務省もそうだと思うんですけど、まあ、おそらくその職場での故障ですとか、出勤簿、休暇届け、電話番号表とか、まあ、そういうところに、のいくつかのところにまあ限定をされていて、本来そのここぞっていう時にですね、国家公務員もその職務上その身分を明らかにしなければいけないから旧姓使用そこはダメと、まあ、そういうものがあるとするならば、これその旧姓使用を認めてるとそもそも言えるのかなと、このことをこの裁判所の事例というものはあの我々にストレートに問いかけていると思うんですけど、果たしてその旧姓使用というものはあのこれまで法務省はですね、法務省も進めてきていると思うんですよ、で広がってきているというようなお話もかつて話をされていると思うんですけど、果たしてそれがその通り受け取っていいのかというところの疑問なんですが、それについての見解をいただきたいと思います。金田法務大臣。まあ、裁判官のお話もございました。それは所管外でございまして、まあ、コメントを差し控えますが、まあ、法務省としましては、まあ、確かにご指摘のように、職員による旧姓使用についてはですね、平成13年7月各省庁間で申し合わせがなされたことを受けてですね、平成13年9月に、官房長通知を発出して、その13年の10月からですね、職員が職場での故障や文書等において戸籍上の氏に変えて旧姓を使用することを認めてきたところであります。そして、また法務省としてはこれまでにですね、商業登記簿における旧姓の併記を可能とするという措置も講じてきております。秀陽生君。まあ、旧姓使用を公務員認めているということで、まあ、私もそうなん広がってるなという認識でいたんですけど、その、まあ、例えば今の裁判官の話っていうのは、まあ、テレビのキャスターがですね、取材とかそういう社内のことはその旧姓を使用してね、じゃあテレビで喋るときだけ本人確認をきちっとしなきゃいけないから、ね、その戸籍名で出てくれっていうような、その制度旧姓使用を認めてると言いつつ、ちょっとその実態というものはあのかけ離れてるんじゃないかなという今疑問を持っております。でこの先に述べました平成13年に国家公務員に出された通達なんですけど、あのこれについても総務省に伺いたいんですが、これはあの地方の公務員さんとか、まあ、学校の先生とか警察とか、そういう地方の公務員さんにも何かこう順用されるような考え方でいいのか、もしくはこれを地方でもやってくれというようなこう通知がいってるのかどうか、総務省に伺いたいと思います。総務省高原公務員部長。ご答弁申し上げます。地方公共団体における職員の旧姓使用につきましては、平成13年7月、国において旧姓使用に関する各省庁の申し合わせがなされたことを受けて、総務省から各地方公共団体に対し、まあ、この申し合わせを、まあ、参考にして、旧姓使用にお取り組みいただくように、まあ、要請をしているところでございます。以上でございます。井出君。今要請をしているというところのちょっと声が少し小さかったようなんですが、まあ、要請をしているという答弁をいただきました。でただまあその実態はどうかというとですね、まあこれ結構大変なんですよ。やっぱり職務上認められないっていうところもありますし、私の地元は17市町村あって人口15万人の市もあれば、人口1000人の村もありまして、その調査結果というものを次回お示しをしたいと思うんですが、この判決はですね、
旧姓使用がそこまで広がっているとは言えないと、その結論の導き方に私は大きな疑問を持ってるんですけど、ただその今日お話しした観点からすると、その旧姓使用がそこまで広がっているとは言えないという観点もの検証がですね、必要なのではないかなと、ここまでやって時間になりましたので、続きは金曜日にまたお願いしたいと思います。終わります。どうもありがとうございました。次に藤野康文君。藤野君。日本共産党の藤野康文です。私は法務委員会では初めて質問をさせていただきます。充実した質疑に向けまして、大臣にも真摯な、ご答弁をお願いしたいと思います。私は今日はいわゆる共謀罪につきて、先ほども質疑ありましたけれども、お聞きをしたいと思います。この共謀罪は2003年、2004年、2005年、3回にわたって国会に提出されて、いずれも強い反対の世論と運動が起こりまして、廃案となりました。それはやはりこの共謀罪が法益侵害の危険性のある具体的な行為を処罰するという近代刑事法の大原則、これを根本的に覆す、そして思想良心の自由の処罰につながっていく、そういう危険性を持っているからだというふうに思います。そこで刑事法の基本原則をちょっと確認したいんですけれども、刑罰の対象、刑罰というやっぱり重いものの対象というのは、こう人の生命、身体、財産を侵害する行為に限られると。これが近代刑事法の大原則だというふうに思います。さらにもう少し詳しく言えば、一つの角度としては、こう内心でいかに悪いことを考えていても処罰の対象にはならないと。やはり外部に客観的に行為として現れて初めて刑罰の対象となると、こういう側面と、さらにもう一つは、その外部に客観的に行為が現れたとしても、その法益侵害ないしその可能性、それがなければ処罰の対象にはしないと、こういう原則であります。だからこそ日本の刑法は既遂というものを原則として、処罰の対象として、未遂については限定的に、そして予備などについてはさらに限定的に規定をしているということになります。で、大臣にお聞きしたいんですが、例外については後で聞きますけれども、大原則としてこの近代の刑事法の行為主義というのが大原則だと、そういう認識でよろしいでしょうか。金田法務大臣。委員のただいまのご指摘に対しましてお答えをいたします。我が国の刑事法においてはですね、行為が犯罪として規定されている。その意味におきまして、行為の存在が犯罪の前提とされておりまして、行為を伴わない思想が処罰の対象とされることはないものと承知をしております。藤野君。つまり行為主義というのが大原則だということでよろしいですか。ちょっと確認でもう一回お願いします。金田法務大臣。そのように考えております。藤野君。で、共謀罪といいますのは、この行為主義に根本的に反してくると私は考えております。第一に、先ほどおっしゃいましたように、その思想、信条、あるいは内心、これを限りなく処罰に近づいていくということが問題になります。具体的な行為にあられる前の段階で処罰の対象にしようということが一般的になるわけですから、そうなるとやはりその人が何をしたかではなくて、何を話したかとか、どういう団体に所属しているかとか、そういうことが短所になって来るわけで、これは限りなく
その本人の内心や思想心情に近いところまで踏み込まざるを得なくなってくるという問題であります。そしてもう先ほど法益侵害ということ、あるいはその危険性ということを言いましたけれども、既遂でも未遂でもない予備でもないと、さらにその前の段階ということにこうなるわけですし、共犯者の実行の着手がなくてもいわゆる共謀が成立すればもうそれは成立、あの処罰の対象になってしまうということで、かなり広いわけですね。日本はあの判例上これはあの争いはありますけれども、共謀共同正犯という類型がかなり広く、まあ、認められている国でありますけれども、これでも共犯者の実行の着手が大前提になるわけですが、ここでも共謀罪の場合はこの着手すらいらなくなってくるということで、もう本当に無限定と。しかも共謀が成立した途端にこれ既遂になってしまいますから、前の日の夜に何かいろいろな犯罪で共謀して一応成立したと、けど一日夜考えてもやっぱりやめとこうと、みんなで着手には至らないことになったと、法益侵害全くしてないわけですが、この時も共謀罪としてはもう成立していると。そういう意味ではですね、これもう本当に大変なことになってくる。現行法にも例外的に共謀罪予備罪というのがあるわけですけども、それはあくまで極めて例外なわけですね。共謀罪というそれとは別に一般的に共謀罪というものを新設していくとなりますと、これはもう行為主義と根本的に矛盾してくるというふうに言わざるを得ないと思います。まあ一般的にはというか普通の、用語というか、まあ、法律の話になりますと罪という言葉がついてますので、共謀罪というとなんかそういう罪が一つできるだけなのかなとか、あるいは、なんとか処罰法というそのある特別の法律が一個できるなだけなのかなとこう感じられる方もいるかもしれないんですが、とてもじゃなくてそんなことではなくて、行為主義という大原則を刑法を変えずに変えてしまうことになるということになるわけで、これ到底認められないというふうに思うんですね。そこでこれをもうちょっと、詳しくといいますか別の角度からお聞きしたいんですが、行為主義というのはある意味世界で共通する原則であります。しかしとりわけ日本の刑事法にとって特に重い意味があるのではないかと私は考えております。大臣にお聞きしたいんですが、日本国憲法というのは思想良心の自由というのを19条で規定をしております。で欧米のいわゆる他の国の憲法を見てみますと、信仰の自由とか表現の自由、結社の自由とこういうのはあるわけですが、思想良心というものを明記してわざわざ、保護しているという憲法は少ないというふうに私は認識しておりますが、なぜ日本国憲法はこの思想良心の自由を特別に保障しているのか、大臣どのようにご認識でしょうか。金田法務大臣。思想良心の自由の保障ということのご指摘であります。まあ思想良心の自由及びその適正手続きの保障というのはいずれもですね、まあ憲法上保障された重要な基本的人権であるというふうに、考えております。人の内心における精神活動の自由であるというふうに説明がなされているものと承知をしております。続いて井野法務大臣政務官。ちょっと補足というかですね、19条憲法上思想良心の自由、これは絶対的に保障されています。これはそもそもとして、内心の自由である限りは他者との権利侵害等は衝突がないという前提でございますので、その限りにおいては絶対的に保障されると。その上で先ほど来藤野先生、藤野委員の方から、いろんな共謀罪について、内緒を処罰する恐れがあるんじゃないかというご指摘がありますけれども、そもそもですね、我々はまだ成案もない状況なので、藤野先生がおっしゃっているその共謀罪というものがなら認識が多分ずれているというかですね、我々が考えているものと藤野先生が考えているものと
なんとなく全く違うんじゃないのかなと思うところでありますので、それを前提にその我々答弁はしにくいのかなというふうに思っております。藤野康文君。私が今聞きましたのは共謀罪ではなくて憲法19条の解釈なんですね。で大臣、内心の自由とおっしゃいました。それ世界共通であります、ある意味。しかし日本国憲法が他の国の憲法にない思想良心の自由をわざわざ規定していると。でこれは多数説で言いますと、例えば足部信義先生の本などによりますと、これはやっぱり我が国では明治憲法下において治安維持法の適用に運用に見られるように特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。このことに鑑みて、わざわざ特に保障したというふうに規定しているわけですね。大臣、やはりこう世界にその、一般論ではなくて日本独自のそういう戦前の、通句の教訓に、踏まえて、それを踏まえて日本国憲法が19条を保障していると、こういう認識でよろしいですか、大臣。金田法務大臣。はい、はい、金田大臣。ただいまのご指摘につきましては、解説書等ではですね、明治憲法においては思想良心の自由を特別に保障した規定は存在しなかったけれども、特定の思想信条に対して弾圧が加えられるなどしたことを踏まえて日本国憲法においてはその保障が明示的に規定されたと説明されておるところであります。そのように私は承知をしております。藤野康文君。これ解説書じゃなくてやっぱり大臣がそういう認識を持っていただきたいわけですね。でじゃあもう一個聞きますけど、同じ日本国憲法18条で人身の自由、そして31条から40条で刑事手続き上の人権を細かく規定をしております。これも世界では稀なんですが、これもですね、やはり戦前のまさに人権が蹂躙されたその経験に基づくものだと、大臣そういう認識でよろしいですか。金田法務大臣。ただいまの31条の適正手続きの保障、そういったものは、法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられることはないというものでありまして、法律で定められた手続きが適正でなければならないことのみならず、法律で定められた刑罰の内容も適正でなければならないことを意味していると解されていると、このように承知をしております。委員長、藤野君。いやですから中身まで適正でなければならないというのはまさに戦前の教訓なんですね。手続きだけ踏めばいいというのではなくて、まさに人権を保障する中身でないといけない。それが戦前の教訓に基づくから、わざわざ憲法はこれだけ詳細なものを規定している。衆議院の憲法調査会、2004年5月27日に参考人として出席いただいた田口盛一さん、早稲田大学法学部教授ですけれども、このようにおっしゃっています。日本の憲法は31条から40条まで10か条にわたって刑事手続きの規定を設けている。およそ100か条の憲法規範のうちの1割を占めているということになりまして、比較法的に見てもかなり珍しい、おそらく他にないのではないかというような仕組みになっているかと思います。日本国憲法というのは刑事手続き規範を非常に重視している。このように人権規定が憲法の1割を占めるということをどう見るか、こういうのが根本問題としてあるかと思いますと、こうおっしゃっております。まさに根本問題としてあるというふうに私も思うんですね。で戦前は特攻警察などによって人権侵害の捜査、逮捕、拷問が横行しました。プロレタリア作家の小林武次、あるいは私北陸信越ブロック選出なんですが、そのうちの県の一つである長野県の諏訪地域、この出身の伊藤千代子という若い女性も逮捕され拷問され死に至ると、24歳で死に至るという事件も起きております。ですからそういう戦前の教訓からこういう手続きを設けているわけで、規定を設けているわけで、つまり大臣、この日本国憲法の立場からすれば、まさに行為主義、思想や信条良心というのを
断した歴史から学んで作られた憲法、この憲法を持つ日本としてこの法治主義というのは特別に厳格に解釈しなければならないのではないかと思うわけですが、大臣いかがでしょうか。金田法務大臣。法務大臣としてお答えするにあたりましては、憲法の個々の条文の成り立ち等につきましてはやはり、意見を差し控えさせていただきたいと思います。私はその個々の成り立ちなんて聞いておりません。成り立ちはもうはっきりしてるんです。そのもとでその憲法の立場からして公義主義という、これ他の一般の世界のいろんな国よりも日本の場合はとりわけ厳格に解釈しないといけないんじゃないですかと、こういうことなんです。大臣もう一度お願いします。金田法務大臣。我が国の、刑事法におきましてはですね、行為が犯罪として規定されているのは申し上げたとおりでありますし、その意味において行為の存在が犯罪の前提とされており、行為を伴わない思想が処罰の対象とされることはないものと承知をしております。藤野君。私の質問はそういうことではなくて、その今おっしゃったことを厳格に解釈しないといけないんじゃないのかということです。もう一度お願いします。井野大臣政務官。当然憲法31条デュープロセスオブローという、手続き保障の原則が、私が勉強している限りではどの国の憲法にも共通する部分だというふうに理解をしています。ましてや基本的人権の保障というものが憲法上多々列挙されておりますので、31条だけが上位にあるというふうな認識では我々ではなくてですね、すべての人権保障は平等で全てが大事だというふうに考えております。藤野康文君。全く質問の趣旨を、分かっていただいてないと、思いました。ちょっと時間もあれなので、先進みますけれども、やっぱ公益主義っていうのを厳格にやらないとどうなるか、穴を開けてしまうとどうなるかっていうのを具体例で見たいと思うんですね。で、戦前の治安維持法、これには第2条で実行協議罪というものが規定をされておりました。凶暴と似てるんです。もう協議なんですね。協議を罰する、こういう規定があったわけです。で、この法律が、対象とする団体について制定当時の政府は何と説明していたかというのを配布資料1でお配りをさせていただいております。で、治安維持法は1925年、第50回帝国議会に上呈されたわけですが、その時の若槻礼次郎内務大臣の答弁であります。ちょっとこの資料は、ちょっとお読みにくいと思うので読ませていただきますが、世間にはこの法律案が労働運動を禁止するがためにできているよう誤解しているものがあるようであります。この法律が制定されますと、労働者が労働運動をするについて何らか拘束を受けるというように信じているものがあるようであります。このごときは甚だしき誤解であります。労働者が自己の地位を向上せしめるがために労働運動をすることは何ら差し支えのみならず、私ども今日局にあたってことに内務省はその所管の省でありますが、さようなことに向かっては何ら拘束を加えるという考えを持たぬのであります。ただこの問題は前に申し上げるごとく無政府主義共産主義を実行線としてはいけぬという取締法であります。労働者にして無政府主義を唱うるにあらず共産主義を唱うるにあらざれば、彼らが労働運動をする上においてはおいてこの法律案に何の拘束を与えるものでないのであります。このことは世の中に誤解があるようでありますから、星島君のご質問中にはありませんけれども、この際これを述べて本案の趣旨を明瞭にいたしておきたいと思いますと、こういう答弁なんですね。つまり政府はこの治安維持法が労働運動には関係ないということを明言というか繰り返し答弁して、レッテル貼りしないでくれってよく答弁ありますけれども、それに似てるわけですね。で、しかし実際はどうだったか。実際は労働運動、宗教団体、自由主義の団体、あらゆる団体がですね、政府批判をしたらすべて弾圧の対象になった。この協議罪に限って言っても、
例えば学内で学生運動の方針を協議した行為とか、社会科学研究員の研究だとか、いろんな新聞の読者をどうやって獲得するかとか、そういうものを協議した行為が対象になっているわけで、処罰対象になっているわけですね。大臣、やっぱりこういう歴史的経過を見ますと、ひとたび行為主義の原則を逸脱する法律を作れば、これやっぱり際限なく拡大解釈されて人権蹂躙される、これが歴史の教訓じゃないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。金田法務大臣。まあ、治安維持法についてはですね、申し上げる立場にはございませんが、一般論として申し上げますと、法案を提出するにあたりまして、日本国憲法が保障する思想信条の自由、適正手続きの保障といった基本的人権を不当に制約することがないものとすることは当然のことであると、このように考えております。藤野君。やっぱりこういう憲法の趣旨や歴史、実際の歴史からですね、学んでいくことが必要だと。ですから共謀罪という法案をですね、まだ、今から質疑するわけですが、検討中と言いますけども、検討すること自体がやっぱり問題だと、それも今から見ていきたいと思います。で、今政府はこの共謀罪を新設しようとしております。配布資料の2、先ほども配布された資料でありますけれども、朝日新聞の8月26日付で、共謀罪を新設する法案は9月に召集される臨時国会での提出を検討していると。この臨時国会ですね、この臨時国会に提出するんだという報道であります。で、大臣は先ほど、市内院の質疑に対して現時点で成案を得ていないとおっしゃいました。ただですね、一方で報道を見ておりますと、これ8月26日の報道なんですが、9月2日に自民党の二階幹事長は TBS の番組で、まさにこの法案について臨時国会の提出するかと聞かれて、準備が整えばそういうことだと思うということで、できるなら早く結果を出した方がいいというような発言をされておりまして、ですからこの臨時国会に向けてっていう話なんですね。で、それで与党の幹事、自民党の幹事長がここまでおっしゃってるということで、もう出せるぐらいの成案があるのではないかというふうに思うんですが、大臣、成案についてもう一度お答えください。金田法務大臣。ただいまご指摘ございました、ご発言の中の二階幹事長の発言については、私としては、差し控えさせていただきたい。そして、国際組織犯罪防止条約締結するための法案ということについては、そのあり方を慎重に検討しているところでありまして、政府としては成案を得ているものではないということをご理解いただきたいと思います。藤野康文君。これにつきましては、そもそも先ほども指摘ありましたけど、参議院選挙の時はですね、この共謀罪について全くその公約に、自民党の公約には触れられていないわけですね。で、治安テロ対策として国内の法制のあり方について検討不断に進めと書いてあるだけでありまして、それが参議院選挙終わったら途端にですね、臨時国会という話が幹事長の口から出てくると、これはですね、やはり金田大臣も記者会見等で法整備の必要性について国民の皆様の十分なご理解が得られるように努めていくと繰り返されているわけですが、これで全く選挙の時に喋らずに国民の皆様の十分なご理解、到底これ得られないと思うんですね。で、選挙が終わったらこれ騙し討ち的に法案を出そうということはこれ許されないと。で、これ委員長にお願いしたいんですが、やっぱりこういう重大な法案が政府内で検討されていると、私レクでお聞きしましたら、法務省案と外務省案があって、それぞれ協議をしているという話でした。で、
一部検討資料とされているペーパーもですね、そういう意味では出回っております。その意味でやはりこれ、審議していく上で極めて重要な資料ですので、提出を求めるようお取り計らいを求めたいというふうに思います。ただいまの件につきましては理事会に提供いたします。藤野君。この法案がまだできていないということで、検討中ということで、こうはっきり言って議論が逃げない、深まっていかないと思うんですが、先ほど条約とおっしゃいました。政府は共謀罪を新設する理由として国際組織犯罪防止条約というのがあって、その担保法が必要なんだとこう繰り返されるわけですが、しかし同条約の趣旨に照らせばですね、私は共謀罪の新設は必要ないというふうに思うんですね。で、同条約34条1項について、これ締約国はこの条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取ると規定していますが、外務省にお聞きします。ここにいる自国の国内法の基本原則というのは何でしょうか。外務省水島大臣官房審議官。答え申し上げます。自国の国内法の基本原則とは、各締約国の国内法制におきまして容易に変更することのできない根本的な法的原則を指すものだと解しております。で、本条約に定めます義務を実施するにあたっては、かかる根本的な法的原則に反しない限りにおいてこれを行うことを定めたものであると理解をしております。で、我が国の場合は適正手続きの保障あるいは財政法定主義等がこれに当たるものと考えております。委員長、藤野康文君。ですから条約もそういう適正手続きだとか財政法定主義、そういう根本的な、法的原則については国内法が優先するというふうにこう言ってるわけですね。で、先に見たように公益主義と全く相容れないというのが共謀罪であります。で、かつて日本政府もこの条約の初期の交渉では、すべての重大犯罪の共謀と準備行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しないと主張されていたわけで、私はもうこのかつての主張の立場に政府が立ち返るべきだというふうに思うんですね。日弁連も自由放送団も条約締結に共謀罪の申請必要ないんだと、条約締結すればいいじゃないかというふうにこう主張しております。で、これもちょっと外務省に確認したいんですが、国連が各国の国内起草者向けに作成した立法ガイドというのがあります。これは条約の締結や実施にあたって、各国が参考にするように作られたものでありますが、例えばその43パラグラフには、国内法の起草者は単に条約文を翻訳したり条約の文言を一字一句逐語的に新しい法律案や法改正案に盛り込むよう規とするよりも、むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきである。法的な防御や他の法律の原則を含め新しい犯罪の創設及び実施は各締約国に委ねられている。したがって国内法の起草者は新しい法が国内の法的な伝統原則及び基本法と合致するものとなることを確保しなければならない、こういう趣旨だと思うんですが、外務省間違いないですか。外務省水島大臣官房審議官。今委員のご指摘のありました立法ガイドでございますが、これは2004年に国連の薬物犯罪事務所 UNODC が作成をいたしたものでございます。今ご指摘のございましたパラグラフ43でございますが、これはこの本条約に従って定められる犯罪につきまして国内法において具体的にどのように規定をするのか、これは他の国内法の規定等との整合性に配慮しながら締約国の国内法により定められることなどを説明するものだというふうに理解をしております。藤野君。ですからそういう意味で先ほどの34条1項と同じ趣旨なんですね。国内法を優先すると基本原則にのっとっていればですね。で、その上で51パラグラフ同じガイドのですね、何と書いてあるか、ちょっと長くなるので最後の部分だけ読みますけれども、第5条1括弧 A1括弧1および括弧 A 括弧2の2つの選択的なオプションはこのように共謀の法律を有する諸国もあれば
犯罪の結社の法律を有する諸国もあるという事実を反映するために設けられたものである。これらのオプションには関連する法的な概念を持たない国が共謀罪及び結社罪のいずれの制度も導入することなしに組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地がある。要するに、いずれの共謀罪及び結社罪のいずれの制度も導入することなしに組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地がある。こういう趣旨のパラグラフだと思いますが、間違いありませんか。外務省水島大臣官房審議官。ご指摘のパラグラフ51でございますが、この記載は少なくとも共謀罪または参加罪のいずれかを犯罪とすることを明確に義務付けております第5条 1A の規定を前提として、共謀罪に関連する法的概念を有していない国が参加罪を選択した場合には他のオプションである共謀罪を導入する必要はない、また参加罪に関連する法的概念を有していない国が共謀罪を選択した場合に他のオプションである参加罪を導入する必要はないということを明示的に確認したものに過ぎないと理解をしております。で、念のためこのガイドを作成しました UNODC に対して、趣旨につき確認をいたしましたところ、 UNODC からはこのパラグラフは共謀罪及び参加罪の双方ともが必要で、双方とも必要でないということを意味するものではないというふうな回答を得てございます。藤野君。ですから今のはその解釈を聞いたわけじゃないんですね。その51パラグラフに何と書いてあるかを私は聞いたわけです。で、そこには明確にそのいずれの制度も導入することなしに有効な措置を講ずることを認める余地があると書いてるわけですね。その当てはめをなんか今おっしゃいましたけれども、まあ、それずっとこの間も言ってきてるわけですが、しかし51パラグラフ自身で、要するに国連の立法ガイドがそういう余地を認めている、先ほど5条の話もありました、本体である5条でも立法、必要な立法、その他の措置ってあるわけですね。ですから、これ大臣、先ほど検討ということもおっしゃいましたけれども、やはりそういうこう、なんかもう2つしかないみたいなことではなくて、その他の措置、あるいは有効な措置というものを考えていく、つまり条約は共謀罪の新設を不可欠のものとしていないというのが、私は大変重要なところだというふうに思います。で、実際のところもお聞きしたいんですが、先ほど187カ国とおっしゃいました、大臣。で、この187カ国のうち、条約の締結を受けて、その後共謀罪を新設した国というのは、どれぐらいあるんでしょうか。外務省水島大臣官房審議官。政府としてはですね、必ずしも網羅的に把握をしているわけではございませんけれども、本条約を締結するにあたりまして、いわゆる共謀罪に関して新たに国内法を整備した国としましては、ノルウェー、あるいはブルガリアがあると承知をしております。藤野君。ですから187やったっていうと、えらくたくさん聞こえるんですが、わずか2つだけなんですね、共謀罪申請したのは。だから他は全部締結してるんだけど、そういうの作ってないわけで、ですから日本だって共謀罪を作らずにこの条約締結したらいいんですよ、直ちに。そしていろんな措置を具体化していけばいい。ですからまさにこの実例こそが、わざわざ共謀罪作らなくてもこの条約締結できるということを示しているというふうに思いますけど、大臣いかがですか。金田法務大臣。ただいま、ご指摘ありました条約の解釈についてはですね、本来外務省が所管する事項ではございますけれども、国際組織犯罪防止条約を締結するためには、同条約の第5条に従ってですね、重大な犯罪を行うことを1または2以上の者と合意すること、組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動または特定の犯罪を行う意図を認識しながら組織的な犯罪集団の活動等に積極的に参加する個人の行為の一方または双方を犯罪化することが必要であると認識をしております。藤野康文君。もう解釈の話じゃなくて、私実際に187とおっしゃったけども2カ国しか作ってないと。
しかももう一つ紹介しますと、セントクリストファー・ネイビスというのは、この越境性といわれる、日本がいらないんだと言っている、要件をつけた共謀罪というものを、いうのも、そういう例も例えばあるわけですね。ですから、もう非常に限られている、だから作らなくても、締結できるわけですから、もう直ちに締結すべきだと、これも日弁連も自由放送団もずっと言っていることであります。そしてもう一点、テロということもおっしゃいました。で、先ほども議論ありましたけれども、私もちょっと聞きたいんですね。で、立法ガイドを聞きますと、なんだか独自の解釈を得られるんで、こちらで紹介しますけれども、26パラグラフというのもありまして、ここには何と書いてあるか。で、原則としてという話なんですけれども、この団体ですね、テロの、組織犯罪防止条約の対象としている組織的な犯罪集団と、これにテロリストが含まれるのかどうかということについて、国連立法ガイドの26パラグラフはこう言っております。どのような金銭その他の物質的利益を得ることをしない集団は含まれず、目標が純粋に非物質的利益にあるテロリストグループや暴動グループは、原則として組織的な犯罪集団には含まれないであろうと、こう言っているわけですね。もちろん例外はいろいろあると思います。その金銭、その区分けは難しいと思うんですが、ただ原則としてこの条約が対象としている、それはテロリストは含まないんだと。組織犯罪集団ですね。条約結ばれたのはパレルモです、イタリアです、マフィアなんです。マネーロンダリングとかが主に問題となっていた、そういう条約でありますから、テロリストは本来対象ではない。じゃあテロリストを本来の対象にした条約はないのかということなんですが、外務省にこれはお聞きしたいと思います。テロ防止をなどを目的とした条約はどれぐらいあって、日本はどれぐらい締結しているんでしょうか。外務省水島大臣官房審議官。国際社会におきまして、いわゆるテロ防止関連条約については確実的な定義があるわけではございません。我が国として締約しておりますテロ防止関連諸条約は13本でございます。で、例えば爆弾テロ防止条約締結の際には新規立法する等ですね、国内法で担保できないものについては法改正を行うとして、条約の締結に当たっているということでございます。藤野君。今13あると、ご答弁いただきました。で、配布資料をお配りしているその3枚目がその13条約のリストであります。すべてですね、日本締結しております。で、かつ国内法整備も進めていると今ご答弁もありました。そういう意味ではテロ防止条約、いわゆる本来のテロ防止のための条約、日本は着々とやってるわけですね。ですからこれを本当に実施していくことが本来の意味でのテロ防止に資する対策になっていくわけですから、これを理由、テロ対策を理由に、それはもともと関係のないこの組織犯罪防止条約を、やる、あるいはそれを共謀罪の根拠にするというのは、これ全く成り立たないというふうに言わざるを得ないと思うんですね。そういう意味でそうしたことを口実にして共謀罪を導入していく、目指すということはやっぱりやめるべきだというふうに思います。で、私たち日本共産党としましても、テロの、なくしていくというのは大変重要な課題だと考えております。そのためにはしかし、国連安保理決議に基づいて、こうテロ組織への人、金、武器の流れを断つことや、そもそもの温床である土壌となっている貧困と格差の問題、民族的な宗教的差別、こうした問題でやはり日本が役割を果たしていく。シリア、イラクなどの内戦、ますます悪化しておりますけれども、こうした地域の平和と安定を図ることや、難民の問題、これへの人道的な支援の強化という問題、これ、いずれも大変大きな困難を伴う仕事ですけれども、だからこそ憲法9条を生かして、日本がこういう非軍事の政治的、外交的な対応に力を尽くすことが、今、求められているというふうに考えております。そして最後になりますけれども、この
まあ、共謀罪必要性がそもそも全くないと私たちは思いますが、今の日本の犯罪論、冒頭申し上げた行為主義のみならず、その捜査の在り方や、あるいは訴追裁判の在り方、そして社会の在り方全体に、もう本当に根本的な変質をもたらすものだというふうに思っております。例えば訴追で言いますと、大臣お聞きしたいんです、すみません、捜査ですね。で、犯罪が成立してないわけですから、第三者から見たら分からない、行為見ても分からない。で、これを摘発していくということになりますと、通常の捜査方法ではこれ難しいと思うんですね。で、いわゆる盗聴や密告に頼らざるを得なくなってくるんじゃないかと。で、これはいわゆる捜査の在り方として、この特定の手法に頼るということがこれどうしても多くなるんじゃないかと思うんですが、大臣この点いかがでしょうか。伊能法務大臣政務官。はい、捜査の在り方については刑事訴訟法、まあ、任意捜査が原則、197条1項が任意捜査が原則、それができない場合、それによる証拠収集が難しい場合には強制捜査、裁判所の令状を得てやるということでございますので、この原則はしっかり守っていくと、特定の捜査手法によるということはないと思っております。藤野康文君。いや、それはもう大前提なんですが、その197条はじめとして、行為主義が大原則なんですね。で、それを着手とみなして捜査の端緒にしていくというわけですが、共謀罪というのは予備行為もないと、はるか前の段階から処罰の対象、捜査の対象にしていこうということですから、いろんなそれはやり方ありますよ、捜査のやり方。しかしその中で特定の盗聴とか、そのおとり捜査とか、自白とか、こういうことに耐えらざるを得ないんじゃないですかというのが私の質問の趣旨です。大臣今度はお願いします。金田法務大臣。国際組織犯罪防止条約締結するための法案ということで、そのあり方を慎重に検討をしているところでありまして、いまだ成案を得ていない段階でありますから、具体的な法律案前提としてですね、お答えすることは適当ではないと考えております。以上。藤野君。いや、特定の法律案ではなくて、そもそもその予備よりも以前の共謀という一般論として、これを捜査しようと思ったら、今までの行為主義を前提にした捜査手法は使えませんよねと、こういう話なんです。ですから、これは別に法律案があろうがなかろうが、これ十分これは答弁いただけると思います。で、ちょっと時間の関係で同じような話ではありますけれども、そういう意味ではこれ裁判の問題にも関係してくるわけです。訴追の問題で、構成要件そのものが非常に抽象的になってくる、予備行為もないわけです。共謀あるいは準備行為という話もありますが、その準備行為も非常に広範になると言われている。構成要件が非常に広範になりますと、証拠も必然的に広範になって、非常に緩和されざるを得なくなってくる。実際アメリカではこの共謀罪については、いわゆる伝聞例外、伝聞法則というのがありまして、それが証拠に認められるためには大変厳しい要件が普通はあるんですが、アメリカではこの共謀罪につきまして、コーコンスピラシーの例外という、そういう法律が確立しております。その下で伝聞例外が非常に広範に認められて、もう共犯者の発言であれば、かなりですね、こう証拠として採用されると、通常の裁判では見られないような証拠採用の状況になっているということであります。よくアメリカではこれ訴追側のダーリンという言い方をするんですが、これの意味はダーリンというのは、まあ、長寿と訳されたり愛人と訳されたり、秘蔵っ子と訳されたりいろいろしますけども、検察側にとってはそれだけありがたいというか重宝なものがこの共謀罪だということで、捜査段階、その訴追段階、裁判段階、相当その訴追側、捜査側に有利だということを示しているわけですね。そういう意味でこの点でもこの共謀罪の導入というのは、単なるその犯罪体系あるいは犯罪論にとどまらず、捜査の在り方、裁判の在り方、これをもう根本的に変えていく大変危険な中身だというふうに思います。そして何よりもやはり社会全体に与える影響、この点で言えば安倍政権の下で盗聴法の
処罰範囲拡張されました。現在では通信傍受の実績、私お聞きしましたら2015年で10事件について42の盗聴通信傍受が行われていたと。で、他方で刑法犯の受理件数をお聞きしましたら、主な犯罪で2015年で18万1560件なんですね。で、共謀罪これ全部カバーして、あ、すみません、盗聴がこれ全部カバーしているわけじゃありませんけれども、まさにその対象範囲が拡大される、秘密保護も成立しました、使用取引制度も導入されております。仮にこれ共謀罪というものができますと、これらと一体になって人権侵害をまあ頻発させると、で、異常な監視社会を作り出すことになるというふうに、思います。そういう意味では、だからこそこれまで3回ですね、法案が出されましたけれども、世論と運動の力によってこれ廃案になったわけで、通常国会への提出そのものを断念することを強く求めて質問を終わります。これぞ気を止めてください。それでは即興を起こしてください。質疑を続行いたします。木下智彦君。委員長。木下君。はい、日本維新の会、木下智彦でございます。本日はですね、大臣におかれましては、TPP の特別委員会でですね、ご答弁の、可能性があるということで、流動的な中でですね、私どもの質疑、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。またですね、まあ、今回、今日が初めての質疑と、いうことになりますので、今後ともですね、よろしくお願いいたします。また委員の方々にもですね、これからよろしくお願いいたします。それではですね、今日は、まあ、大臣の、ご所信に関する、質疑ということで、進めさせていただきたいと思います。まず、一つ目なんですけれども、大臣がですね、最初のところで言われたのが、まあ、厳格な水際対策と徹底、水際対策の徹底と円滑な、入国審査の両立と、こういったことを、まず、まあ、頭の方でですね、述べられておりました。で、まあ、その中で、まあ、言われていたのがですね、ラグビーのワールドカップ2019年と2020年の東京オリンピック、パラリンピックで求められるような水際対策の強化というふうなことを言われてました。で、ここでですね、まあ、最後の方にちょっと書いてあるんですけども、個人識別情報を取得するバイオカードを新たに導入してと、これですね、先ほど加藤委員の方からもですね、同じような質疑があったかと思うんですけども、大臣いらっしゃらなかったんで、もう一度ちょっとこの辺お話をいただきたいんです。で、私の方からですね、聞かせていただきたいのは、まあ、先ほどですね、事務方の方からご答弁あったのがですね、まあ、関空で10月の1日から15日まで、まだ短い期間ですけれども、導入されて、効果がありましたと。で、効果、今聞いているとですね、大体、待ち時間、入国審査の待ち時間がですね、4割短縮されたというふうな話でしたかね。それか、3割か、まあ、どっちかちょっとあれだったんですけども、まあ、効果はそういうふうな形で、出てるというふうな話をされていたんですけれども、じゃあですね、これこの導入によって、もしくはまあこの導入ほかでですね、一体入国審査でですね、どれぐらいの時間をターゲットとして想定されているか、一人頭ですね、入国される、まあ、外国人、大体どれぐらいで、まあ、言っちゃう、言葉はあれかもしれませんが、処理時間、何分ぐらいというふうなことを想定されているかということを教えていただけますか。
法務省井上入国管理局長。バイオカートの導入の効果でございますが、先ほど4割と申しましたのは昨年の同時期との比較でございまして、実はまあその間の入国者も増えてるんですが、ブースもこう増えておりまして、そういう意味で単純な比較は困難なんですが、まあ、あえて比べると最長待ち時間としては4割減りましたと。で、3割と申し上げましたのはブースの方で1人当たりを審査する所要時間が3割ほど減ったと、短縮されたということでございます。つまり今までブースの中ではその旅券をいただいて読み取って、いろいろこの審査項目をチェックしつつ、指紋を取って写真を撮って、それを照合して最終的に OK を出すと。大体案件によっていろいろでございますけれども、一番まあシンプルな 短期滞在の形態でありますば、まあ、60秒からもう少し70秒くらいで通過できるケースが多ございます。それのあたりにつきまして指紋と顔写真を前もって取ってしまうということで、大体3割程度審査時間が短縮していくと、そのようなことになっております。木下智彦君。はい、ありがとうございます。まあ、先ほどですね、この前私の前の答弁でもですねあったんですけど、まあ、2020年にはですね、まあ、4000万人ほど、のですね外国人の方々が来ていただくようなことをこう想定されていると。で、まあ2015年で言うとですね、これ加藤さんの資料見させていただいたんですけれども、2015年でですね1974万人、これどん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 増えていきます。で、これがですねターゲットとして、まあ、2020年は4000万人、2030年は6000万人というふうにおっしゃられたかと思うんですけど、これターゲットやっぱりちゃんとですね、定めているわけですね。ということはどういうことかというと、その処理時間、1人頭の処理時間というものもですね、今はこういう効果が出てますということと、1人頭大体何十秒ぐらいですね、何分ぐらいですねと今おっしゃられてたんですけれども、これ1人当たりのですね処理時間というのもしっかりこれやっていかなきゃいけないと思うんです。ターゲットをやっていかなきゃいけない。で、そもそもですねこれがですね、まあ文句をつけたらいけないところなのかもしれないんですけれども、得てして、まあ、役所のやることではですね、そういったことを、まあ、言葉はあれかもしれませんが、マーケティングがなかなかうまくできていない部分があるんじゃないかなと思ってるんです。だから今どういう状態にあって、で何分ぐらいで処理ができて、で総数で何人ぐらい、処理できるんだと、これをですねしっかりこう計画を立てていく必要があるというふうに思っているんですね。で、ちょっとここからですね長々と私のちょっと経験でお話をさせていただきたいんですけれども、午前中もですね大阪委員の方からウズベキスタンに行かれたと。で、ウズベキスタンという国はすごいいい国だったというふうにおっしゃられてたんですね。で、ただですね入国審査に、まあ1時間か2時間か2時間っておっしゃられたんでしたっけね、言われたと思うんです。で、それにはちょっと平気気としたというふうな感じのことを言われてたんですけど、実はですね私、まあ前でですね、まあサラリーマン時代20年ほどサラリーマンしてたんですけれども、住んでたところがイスラエルと、ロシアと。で、その当時ですね同時期に、まあオランダとという形で拠点をオランダにしながら、モスクワとですね、イスラエルをですね毎週行き来しておりました。で、そうなるとですね、まあ、入国審査とんでもなく大変なんです。特にイスラエルはですねどういうふうにしているかというと、まず最初に、イスラエル行きのですね飛行機乗る際に、これはちょっとそのなんて言うんでしょうね、リスクの管理の観点もあってですね、私は、オランダから直接行かずにですね、ドイツ経由で行ったりよくしてたんですね。そうするとですねドイツの空港に、まあ、トランジットで入るとですね、もうゲートが違うところにあるんですよ、イスラエル行きの飛行機は。で、まだ入国じゃなく、まあ、そこはドイツなんですけれども、ドイツのその飛行機に乗る前にだいたい3時間ぐらい前にそのゲートまで行ってなきゃいけないんです。で、そのゲートのですね入るところでですね航空会社の社員がですねインタビューをするんですね。こういう感じのですね、机であるとか、こういう斜めの机がありまして、そこにですね私のそのパスポートであるとか、そういうものを全部こうありったけこう出さされるんです。
で、どういうものなんですかと、どういう仕事をしますかというふうな話をします。で、名刺も当然ですね、あなたの持っているそのビジネスカード全部見せてくださいであるとか、あとはそうですね、あなたの携帯持っている携帯電話ここに出してくださいと、そういうふうな話をされるんです。ちょっと長くて申し訳ないですけども、そしたらですね、私がですねどういう仕事で行っていたかというと、携帯電話関連の仕事をしていたんですね。で、日本の商社で、働いていたんですけども、日本の商社でありながら、日本のですね大手の携帯電話事業者からですね、業務委託を受けて、でその業務委託を受けて、まずオランダに行きまして、オランダにあるその携帯電話会社の現地法人の社員扱いとして、今度はそのイスラエルの会社であるとか、ロシアの会社、ロシアの携帯電話会社にコンサルテーションをしていると。コンサルテーションをしているということは、そこのですね、会社の名刺も持っているんですね。あたかも所属しているように。そうなるとですね、名刺をですね違う肩書きの名刺4つ持ってるんです。しかも携帯電話がですね、最新式のまだ販売させていないような携帯電話10個ぐらい持ってるんですよ。これをですね、説明するのもめちゃめちゃ大変なんです。で、もっと言うとですね、この携帯電話の中のですねメモリーを全部見られます。全部見ます。で、その中からですね順番にこう説明していくんです。これは誰、これは誰と。で、イスラエルに行く場合はですね、イスラエルの、お客さんのこの、メモリとか入ってあるわけですね。だからその人に今からここから電話していいかと、ドイツからですね国際電話をかけていいかっていうふうに言うんですよ。で、ただですね、私はその4つぐらい名刺があって、契約関係をですね相手方に、明かしていない場合もあって、しかも何十億という契約をしているわけです。で、それをですね言われたら困りますと。お前もしもこれで、もう契約破棄になったらどうしてくれるんだというふうに言っても、大丈夫大丈夫とか言ってパッと電話しちゃうんです。で、電話してもですね、イスラエルの、国の普通に働いている方々はそんなの日常茶飯事のらしくてですね、はいはい、あ、知ってますよと。で、彼はどこどこで住んでますというふうな、どういう仕事しますというふうに言って、はい、じゃあ通っていいよってやるんですけれども、これがですねまあまあ大変です。で、あともう一つ、まあ、ロシアの場合はですね、入国します。入国をしてパスポートをまず最初に、まあ、ハンコついてもらって、で、ホテルまで行きます。まあ、アパートだったりする場合もありますけども、そうするとですね、まず最初にホテルのフロントにパスポートを預けるんですね。で、パスポートを預けたときに、空港でもらったこういうですねカードにですね、カードも一緒に渡して、まあ、しばらく帰ってこないんです。半日、一日ぐらいで帰ってきたら、そこにですねホテルのこう、あのハンコが押してあったりしてですね、結局どこに泊まっているのか、この人が何日間滞在しているのかということを管理するということをやられているんです。まあ、イスラエルの場合なんかはですね、相当、まあ、リスク管理がですね大変だから、そういうふうなこともあるかもしれませんが、まあ、ロシアもそういうことをやられていると。で、これまあ通常でそういうことをやられているんですけれども、ここで大臣も含めてちょっとあのご見解聞きたいなと思っているんですけれども、果たしてですねこのラグビーのワールドカップ、それから東京オリンピック、どこまでですねそういう管理をしていくのかっていうことなんです。というのは、先ほどあの一番冒頭に聞きましたけれども、だいたい処理時間何分ぐらいにすることをターゲットにしてますかと。これリスクとですね、それから、海外の方々から来やすい、そして安心だと思ってもらえる、これモラハの件だと思うんですね。これ両方をどういうふうにしてやっていくか、これをですねマネージメントすることこそがですね一番重要なことだと思っているので、もしもこれがですねターゲットとするものが何かと明確に決まっていないんであればですね、今すぐにでもですねこういう話の議論を始めてほしいと、そういう思いがありましてですね、大臣にその辺も含めて、ご所見いただければと思います。金田法務大臣。はい。ただいまの委員のお話を伺って、まあそうなんだろうなという思いを持ちました。本当に、その国によってですね、やはり入国管理、それから入国審査、そういうものはですね、やっぱり厳格に行う、それから円滑に行う、それをどこで調和させるかというですね、そういう課題を非常に真剣に対応されているのは
どの国も同じなんだろうと思います。特に我が国の場合は、非常に800万人ぐらいだった年間ね、そういうその、まあ、新入国者、入国者はですね、今や2000万人になり、そしてまたこの2020年を控えて、4000万人という考え方も出ている中でですね、どこまでどういうふうにその厳格な入国管理と円滑な入国審査をですね、調和させるか、そこのところがですね、非常に、大きな問題になるなということをですね、今お話を伺ってて感じた次第であります。ですからその点は私ども入国管理局とともにですね、しっかりと、議論もしていきたいなとこういうふうに思っております。木下君、ありがとうございます。もう突然のですね、ご見解を求めたところでですね、もう大臣も本当に自分のお言葉でお答えいただいたと思うんです。で、まあ、これはですね、おそらくその、入管だけではこれ済ませない話だと思うんです。今もうなずいていらっしゃいます。これはですね、これ横断的にやはり日本の政府横断的にやっぱり取り組んでいかなければならないし、そうやることによって最大限の効果が生まれると私これ信じております。で、私がですねこういうことを言うのもなんですけれども、ぜひともですねそういったところも含めて大臣ですね、イニシアチブを取っていただいて、政府の中でですねイニシアチブを取っていただいて、ご意見どんどん入れていっていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうしましたらですね、次の話題に行きます。次はですね、ちょっと後ろの方飛びまして、外国人材の、受け入れというふうな話もですね、大臣の方から、お話がありました。で、最初ここでですねちょっと中身を読ませていただきますと、外国人材の受け入れについては、日本最高戦略等に掲げられた施策の実現により、日本経済の活性化に資する、外国人の受け入れの促進に努めてまいりますというふうにまず、言われております。で、その後にですね、技能実習制度についてというところでですね、全国会でですね、審議をだいぶ尽くした話についてですね、しっかりとやっていかれるというふうな形、これちゃんとですね段落を分けてお話をされていたかというふうに私は思っているんですね。ただそれでですね、ここで大臣いらっしゃらなかった全国会の時はですね、いわき前大臣だったので、ちょっとおさらいをさせていただきたいところがあるんですね。で、それは何かというとですね、まず最初にその外国人の技能実習制度、これから採決をですね衆議院の中でもやっていこうと、この委員会でやっていこうという話なんですけど、この技能実習制度のですね、一番の目的は何かと、どうご認識されているかということをですね、大臣に、今一度、お聞かせいただきたいというふうに思います。金田法務大臣。技能実習制度の一番の目的というご質問でございます。私は技能実習制度は今回の法案によりましてね、適正化を図りつつ、やはり開発途上国へのですね技能移転を通じました国際貢献ということがですね制度の趣旨に沿ったものとしてですね一番言えるのではないかなと、こういうふうに考えております。じゃあ木下君。はい、ありがとうございます。予測していた、お答えいただいたと思います。で、そうなんですね、これ外国人技能実習制度、言うまでもなく、これ、ここにいらっしゃる方々、たくさんの方々、ご認識の通りですね、国際化貢献が一番大きなことだということです。ただですね、いろんな問題があってですね、外国人の技能実習制度自体に、問題があるから改正していこうという話になったんですね。で、そうすると何が問題だったかって、私がですね再三再四、全国会で言わせていただいたことは何かというとですね、そもそもの政府のですね、今働き手のですね不足、これを補う部分に対してですね、この外国人技能実習制度をあたかも活用をしようと、そういうふうにするものであってはならないんじゃないかと、
そもそものその考え方が、まあ、いろんなですね、制度のですね、問題点というものの根幹になってるんじゃないかというお話をずっとさせていただいたんです。ですから大臣にですね、一度ご所見いただいたということなんですね。でなぜそういうことを言うかというとですね、まあ、これも前回からのお話の、まあ、繰り返しになるんですけれども、まあ、大臣のですね、この外国人の受け入れというところの第一パラグラフで言われているですね、日本最高戦略、これ毎年ですね、閣議決定大体最近はされております、その中でですね、2015年まで、昨年までですね、昨年まではですね、その外国じゃない、まあ、日本のですね、人材不足、これについて、例えばあたかもこの外国人技能実習制度を活用してであるとか、抜本的に見直して、活用するというような、ことを文脈として捉えられるような、そういったことが、まあ、散見されていたんですね。で、まあ、それだけではなくてですね、もう一つありまして、同じように閣議決定されているところで、産業競争力の強化に関する実行計画、これもですね、ここ数年、毎年閣議決定されてますが、その中でも同じような表現がありました。で、ここをですね、やはり分けていかなければこの制度はですね、成り立っていかないだろうということを再三言われていただいたら、これ私が言ったからやったのかどうか知りません。ただ非常に、喜ばしいことだなというふうに私は思っているんですけど、2016年度版6月2日、今年の6月2日にですね、日本最高戦略出てきました。そこではですね、外国人技能実習制度というのが、人材不足に関わるその中からですね、そういう表現じゃないようにされていると、私はそういうふうにして認識しているんですけども、それで間違いないですかね。これ断点お答えいただけばいいかあれですけれども、私の解釈で間違いないかどうか。法務省井上入国管理局長。お答えいたします。最高戦略の記載は毎年少しずつこう微妙にずれてきておりますけれども、まあ、最初から技能実習制度につきましては、その制度趣旨を徹底するために適正化するんだと位置づけで、ただ記載場所についてちょっと委員の方から疑義を抱かれていたと思いますけれども、少なくともこの今回の法案におきましては、その法案の中でですね、基本理念として技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと明記してございまして、その辺は明らかにさせていただいているところでございます。委員長、木下智彦君。まあ、そういう形でですね、うまく明らかにしていっていただきたいんです。で、まあ、そうは言いながら、先ほど言いました産業競争力の、強化に関する実行計画、これはですね、大体2月ごろ、1月2月年を超えたところで出ますので、まだこの指摘させていただいたことが反映されてないというふうに私は思ってるんですね。で、まあ、私が言ったからどうこうっていう話はないのかもしれませんけれどもですね、この次年度産業競争力の強化に関する実行計画出てくるときにはですね、こういったところをしっかりと明確に分けていただくようにですね、大臣の方からもですね、ご指導いただきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、うなずいていただいたのでご答弁なくてもいいかと思います。そしたらですね、最後あと数分になりましたので、もう一つ、今日もですね、いろんな方々からお話しあった件で、これ、まあ、時間がないんでまた今度も続けてやりたいと思ってるんですけども、死刑制度のあり方についてと。で、まあ、今日もお二方ぐらいですかね、質疑されておりましたけれども、大臣がですね、ご就任されて8月3日記者会見の中でですね、大体趣旨としては、在籍が著しく、重大な 凶悪犯罪には死刑を科すこともやむを得ないと考える、廃止は適当ではないというふうな、そういう趣旨のことを、記者会見でおっしゃられたというふうに言っているんですね。で、大臣としては私はそういうことをしっかりと言われるということはですね、この死刑制度がどうかとの是非についてということは別としてもですね、非常に必要なことなんだろうと思うんです。というのはですね、ちょっとここ残念かなというふうに思っていたんですけれども、前回ですね、いわき前大臣、これ比べると本当に申し訳ないですが、いわき前大臣が言われてたのはですね、法秩序の、厳守というような感じの言葉をよく使われていたんですね。
で先ほどですね、金田大臣の方からもですね、あの他の方の、質疑に対するご答弁でですね、裁判では特にですね慎重かつ厳正に対処すると、まあ、同じような形と、まあ、ただ私は思うんですけど法秩序を厳正に守っていくというような形にですねしてほしかったなというふうに思ってるんです。なぜそう言うかということなんですけれども、これも前国会で私が話をさせていただいたことなんですけれども、ちょっとこれ事務方の方にお聞かせいただきたいんですけども、確定判決が出て未執行の件数死刑ですね、これ今現在何件というふうになっておりますでしょうか。法務省林刑事局長。昨日現在で法務省において把握しております死刑判決の確定者130名でございます。木下君。そのうちですね、これは、まあ、基本的に確定判決が出てですね、法律上はですね、6ヶ月以内に刑を執行するというのが基本的には決まっています。で、6ヶ月を超過している件数、130件中何件でしょうか。林刑事局長。同じく昨日現在、当局において把握している限りで申し上げますと、判決確定後6ヶ月を経過しているものは126名でございます。木下君。はい、126名。前回聞いたときはですね、未執行の件数とですね、それから6ヶ月超えているものがですね、全件だったんですね。まあ、今回はその間に判決されたものがあるからということだと思うんですけれども、まあ、こういう状態なんです。6ヶ月、法律で定められている6ヶ月以内に執行されていない件数がほぼほぼ、全数だということ。ただそうは言いながらですね、なぜそういうふうなことが起こるかということなんですけれども、これはですね、実質的に法で定められた期間を超過するのはですね、これは訓示規定として良しとしていると、良しとしているという言葉があれかもしれませんが、訓示規定だというふうに言われているんですね。この訓示規定って何なんですかね。これをちょっと教えていただきたいんですけれど。法務省林刑事局長。この訓示規定と申しますのは、各種の手続きを定める規定のうちで、もっぱら裁判所でありますとか行政機関への命令の性格を持って、これらの機関がそれに違反しても行為の効力自体には影響がないような規定であると、このように理解されております。委員長。木下君。効力に影響がないとおっしゃられているんですけども、これ逆の意味があると思うんですね。逆にですね、結局そのなんでこの期間何を大事にされているのかって前も聞いたことあるんですけれども、人の生命に関わることだから、もしくはですね、冤罪の可能性云々があるからですね、慎重に対処しなければいけないというふうにおっしゃられているんですけれども、それがですね、法律に定めてられているけども影響力がないっていうふうに言ったら、死刑のですね確定判決出た人一切どう考えればいいんですかね。これ私は結構非常に問題だと思ってるんです。で、現実問題としてこの法律の中でですね、6ヶ月以内というふうに書いていながらですね、6ヶ月以内に法が執行されている、刑が執行されているという人がほぼほぼいないという状態に、この法律の意味合いっていうのが何なのかということなんです。これは別に死刑制度がどうこうという問題ではなく、法律が実質的に効力を持っていないと今おっしゃられました。効力がないというふうにおっしゃられました。そういう法律のもとにですね、裁かれているということになってしまうんじゃないかと思うんですけども、大臣ですね、この辺も考えて法の秩序という意味でどう思われているかということをですね、ご見解いただきたいと思います。はい、金田法務大臣。刑事訴訟法の第475条第2項本文におきましては、死刑の執行の命令は判決確定の日からご指摘のように6ヶ月以内にしなければならない旨が規定されておりますが、
これは一般に訓示規定ということで、返されているわけであります。6ヶ月以内に死刑の執行の命令がなされなくても、裁判の執行とはいえ、人の命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関することであるため、その執行に慎重を期していることによるものであって、まあ、違法であるとまでは、考えておりません。木下君、慎重になるというのは分かるんですけれども、じゃあ裁判って何なんですかと、確定した判決に対してですね、大臣が慎重にと、慎重にというと大臣のですね考え方がそこからその後の部分に挟まっていくのかと、刑の執行されるまでの間にと、ここの部分が明らかにならないわけですよ。で、大臣もこれはまあ、これ以上は聞かないですけれども、多分いろいろ思われている部分もあると思うんです。で、そういうことを考えると、この法律をですね、今こそ真剣に見直すべきなんじゃないかなと、見直し、まあ、これを見直しを検討していくべきなんじゃないかなと思うんです。というのはもう最後になりますんで、ここから先はご答弁求めませんけれども、私の思いなんですけれども、まあ、今回ですね、日弁連からですね、死刑制度廃止の話がありました。今日はですね、その話をほとんど皆さん具体的にはされてないんであれなんですけども、廃止だと宣言されてるんですね。これ私はね、おかしいと思うんですよ。なぜならば弁護士のですね方々はですね、全員各地のですね弁護士会に所属されてるんですよね。ということは日弁連の組織の中に皆さんいらっしゃることになるんです。犯罪被害者の人たちもですね、まあ、刑事事件じゃなく民事の方になるのかもしれませんが、弁護士の方々にですね、いろいろと頼むわけですよ。厳正に処罰してほしいであるとか、それとか、まあ、民事裁判なんかもですね、相手を、その犯罪者をですね、懲らしめてやりたいという感情があってやるんです。でも、その頼む弁護士さんがですね、全員日弁連のその組織の中にいると、そういう日弁連の人たちがですね、この組織として、こういうですね、死刑制度反対だと。いうふうな、廃止するんだというふうな宣言をするっていうのは、私はこれおかしいと思ってるんです。弁護士の方々の中にもですね、当然死刑制度を廃止ということに反対とおっしゃられる方もいらっしゃる中でですね、そうなればこの弁護士のですね制度、全員がですね日弁連に入らなきゃいけないとか、そういうことも含めてですね、もう少しこれは真剣にこういった委員会の中でもですね、考えていく、討議するべきだというふうに思っておりますので、この辺についてもですね、以降ですね、大臣も含めて、交えてですねご討議させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。次回は来る21日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。